委員会を再開いたします。それでは、休憩前に引き続き質疑を行います。山本横井委,委員長、山本委員はい、よろしくお願いします。えー、この中間年の見直しに関わる保育の必要量提供区域の調整についてお伺いします。えー、まあ、こういう調整については。 子どもたちがのびのび過ごせる保育環境が確保されつつ、待機児童の解消も目指していく、その調整が求められていると思います。9月13日に委員会でも質疑させていただきましたが、今、保育需要のピークに対して、提供区域を超えることも視野に入れて調整をして、定員外を含めた数で、この資料の別紙2で示していただいてますように、 提供区域間の調整で他の区域へ申し込んでくださいという斡旋が行われるということですその結果、まあ、あの入所できる地域には数は埋まっていくわけですが定員外までパンパンになっていくということが言えるのではないかと思いますあの先ほども年度途中の待機児童がいまだ大量にある中で えこの解消も念頭に入れなければならないということが言われたと思いますけれども、定員外も含めて、年度当初からあ今の保育の見込み、いっぱいいっぱいで対応していくということでは、年度途中の待機児童の解消というものは、この案では難しいのではないかと思いますが、どうでしょうかえ私どもとしまして、年度当初のえまあに、 すべての方が保育利用できるだけで十分とは思っておりませんでして、年度通知も含めまして、ですねあの必要なときに必要な保育を受けられる、そういった環境を整備していく、これが、まあ、あの私ども京都市子ども・子育て支援事業計画を求めあの目指しているところでございますので、今後ともえ、まあ、来年4月に向けては1200人程度、またそれに向けて、新たな事業計画に基づいて、ですね整備の方を進めていきたいなと考えております山本郷子委員。はいはい あのまた新たに、ね、849人増やしていくということが書かれているわけですけれども、それもです、ね、別にプラスして見込まれているというのではなくて、あの増えていく見込みに基づいたあ量として試算されていると思いますで、その見込みに対応した入所が年度当初をさ,、ま、されたらです、ねえー、年度途中に先ほど、えー、これを諦めたわけでもないといいますか、あそういうお話がありましたけれども、 空きがなければ年度途中には入れないというわけです。で、それが確保されるような案でなければならないと思うわけです。あの、まあ、あの、1000人も子どもさんが、まっているという状況ではですね、それこそ、しっかりとその対策を考えなければならないと。で、そのことについては、前回の委員会で、今こそ定員外の数を基礎にするのではなくて、 定員内というところに向かっていかなければならないということもお話しさせていただきました、でこれね、あの年度途中のことだけではないんですね、私、思ったのが、えー、地域子ども・子育て支援事業で,です、ね、一時預かり、まあ、保育ですね、この事業で5000人ほど増やす見込みになっているということです。一時預かりの保育も、まあ、これ保育育も所 とと言っててて書いいあるわけですから保育園さんに求めていくということですこの定員で、定員外で年度当初なり、入所されている保育さんに、子どもさんにさらにプラスして、一時預かりの数を求めるというのでは、それこそ本当にパンパンということになっていくのではないかという危惧をするのですけどこの点についてはどうでしょうか。はい荒木市長 えと定員外につきましてはです、ねまああの、実は26年4月といいますかあの、新制度施行前は110%程度、全身平均で110%程度だったんですが、直近では103%程度ということで、この間、整備を進める中で,です、ね、定員が非常に少なくなってきていると、まあ余力もあるあの、各保育室の状況を見ましても、あの 26年度以前に比べましたらです、ね、かなり余力はあるような形で、まあ、子どもの保育をしていただいている状況にあるんではないかなと、そのようには思っております、で一時預かりにつきましてはです、ねえーまああの、やっぱりそういったニーズが高いということもございますので、えー、私どもとしては事業計画に基づいて、まあ、今回ちょっと見直しをさせていただきますが、あのまあ、整備を進めていけたらなと、そのように考えております。山、はい はい、あのの中間年の見直しをするわけですから来年再来年に、えー、年度途中でも入所しやすいという結果にならなくてはならないと思います、えー、それは達成できますでしょうか原木市長、えー、私ども今回中間見直しをしましたのは まあ、あの今後も発生します潜在的な保育ニーズも含めてです、ね、今回、見直しをしたわけなんですが、えー、先ほど先生がおっしゃっていたとおりです、ね、私、冒頭も私申し上げましたが、年度当初だけではなくて、年度途中であっても必要なときに必要な保育を受けられる、そういった環境を目指した計画がこれかなと考えておりますので、今回の見直しに基づいてです、ね、まあ、着実にしっかりとまあ整備をしていけたらなと考えております山本あさらにですね、この。 あの数の見込みといいますのは、あまあ、適正な保育環境、これはです、ね、保育士さんにとっても求められる環境ということがあると思うんです、まあ、先ほどの,あの件でも、えー、発言をさせていただきましたけれども、えーまあ、先日その山下、ね、山科で保育園の懇談会が持たれまして、その中で私、皆さんのご意見をお聞きして、えー、伺ったのが、保育士さんの本当にま疲弊しておられる状況です。 あの保育以外にですね保育や行事の準備、で子どもたちの個人の月案っていうんですか、個人の計画案、毎月書か,かなあかんと、障害児さんの保育計画など、保育以外のさまざまな業務が多忙化しています、さらにはですね保護者の皆さんの細かなクレームをたくさん受けて、自分たちの労働が評価もされず、処遇の低さからさらにモチベーションを下げていくと。 でその結果、保育士の離職や、まあ、人材確保が進まない、こういう状況になっているんだということが、私も感じ取ることができました、今お話ししたようなことは、ですねあの皆さんも、あの議員の皆さんお配りされてます、あの保育園連盟さんからの説明書、資料集にも、もうそのまま書かれておることです。 時間外の仕事が多い、こう感じられる方65%、そう思う、非常にそう思うが65%、仕事量が多く、負担を感じるゆとりがないというのが、非常にそう思う、そう思うが68%、保護者対応が難しい、これが非常にそう思う、そう思うが81%、配慮が必要な子どもが多くなったと感じる。 え先ほどの2つが90%ですねで、配慮が必要な子どもに十分な手立てが打ちにくいと思われている方が78%、まあ、この、ね、結果から見ましても、保育士さんの労働状況は本当に過酷なんだということがね、読み取れるわけです、この改善のためには何が必要かと言いますと、ゆとりのある保育環境を保障していくということ。 先ほどの案件での配置基準は引き上げる、この条件をしっかり確保していくということ、さらには定員外を、えー、求めるのではなくて、定員内で保育園さんが理想的な保育ができる環境にね、えー、努力していくことが必要,必要だと思うんですけれども、このアンケートから現れているような結果、どのように受け止められますか。原木市長 えー、保育士さんの,あの労働、まあ、状況といいますかこれについてはあの最近変わったものではなくて以前から、まあ、非常に大変な業務あの、えー、例えば、まあ、あの早晩遅晩もありますし1 0時間解消ということもございましてで土曜日もまあ解消を当然していただいているということから、えーまあ、そういう意味では私どもそのことは重々あの理解をしておりますし、まあ、そういったことから以前から、まあ まあこれ予算面でございますがいわゆるプール制ということで今年度予算で46億円、まあ、独自に投入もしておりますしで障害のある子どもに対してです、ねまあ、そういった計画も当然作っていただく必要もございますし、まああのまあ、どうしてもそのえ健常なお子さんに比べたらちょっと手がかかってしまう場合もあろうかということもありまして私も障害児保育についてもです、ね、市独自で8億5億五千万の予算を投入して加配を行うなどそういった保育士の先生方が、まあ、あのしっかり働いていけるような環境を作ろうということで、まあ いろいろ現場の意見も聞かしてもらいながら、この間やってきたつもりでございます。まあ、あの少しでもまあゆとりのある、まあ保育ができるよう、またあの事務作業でもですね、効率が図れるよう。この間、いろいろまあ取り組みをしておきておりますので。えー、引き続き、まあ現場の意見も聞かしていただきながら、できることはやっていけないなと、そのようには考えております。山本院、はい。はい、あの今のそういう保育士さんの現場、働く環境が。 まあいいというわけではないと、さらに環境を良くしていく必要があるということでは、認識を持っていただきたいと思います。その状況のとで、この中間見直しで、ですね定員増や一時預かりの受け入れの要請で、ですねあのまた厳しい保育環境を求めるということになるのではないかということを、私は気が危惧をしますので、えー、しっかり認識していただきたいと思います。で このことは今回の保育園あの園長さん、皆さんとの懇談の中で、ですねこれまでまあ処遇改善も求めてまいりましたが、処遇改善っていうことよりも、ですね私この、この保育現場の働く環境っていうのが、本当に厳しいからこそ、今、人材確保が困難だと、これが今、あの本当に重要な課題だということがあの感じられましたし、保育士さんもそのように言われました。その、ね、結果が あの私あの、非正規の保育士さんたちがあの、正規で働きたいとは思わないというあのアンケートの結果に表れていると思うんです、これは、まあ、保育園で働く保育士さんたちに、えー、ほいあの働く方、組合の方があー行われたアンケートで、えー、500人以上の回収回答が寄せられたアンケートですけれども、非正規の保育士されている方が、正規になりたいと思わないと思われあの言われる方が7割。 あるわけです公立の保育園に非正規で勤められている方も6割ほどあるわけです、それがなぜかということをね、今、本当に突き詰める必要があると思うんです、働く環境、そのえー、今、あの非正規と言いましたら、まあ、人材派遣もそうですけれども、その責任を持って過酷な労働環境で働かなければならない、えー、正規の保育士というのが、本当に大変だからで、そして処遇にも見合わないから、私はまあ非正規のままでいいと。 いう方が多いというのはやはり問題です。あのこの結果ですね、あの山梨でも、えー、定員はまだ余ってるんだけれども、保育士さんが確保できないからこれを埋められないんだということがやっぱりね確認できたんです。この点についても一度お伺いしました。あの先ほどもね、あのありましたけれども来年の保育料の受け入れ枠がね減っているというお話ありましたね。これ多分今保育現場が本当に大変だから。 保育士を確保できない可能性があるから、その受け入れ数をちょっと控えているというようなところがあるのではないかと思います。その危機管理対応としてね、あの保育士さんを多く見積もって確保しておかないと対応できない、そういう切実なお声もありました。 本当に今、あの厳しいこういった状況をね、今一度、本当に認識していただいて、この保育料の見直し、提供区域を超える圧っについて、えー、検討していただきたいんですけれども、えー、まあ、最後はですね、保護者の皆さんのあのこの計画による影響ということで、提供区域を超える圧っについて、まあ、再度配慮を求めたいと思います。あのあのの お父さんね送っていただくお母さんに送ってもらうそれぞれあると思うんですでお,お父さんとお母さん違うところに働きに行って,てねあの働いてる地域にの保育保育園にあの預けてくださいみたいなことになったら。 お母さんがほな送っていく、職場に近いとなったらね、お母さんずっと送っていくということになりますよね、お父さんが違うところに働いていくわけです、働きに行ってるわけですから、なかなかあ送迎ができないとか、個々のね、毎日の生活の中で、そのどこの保育園にどの距離で預けられるかっていうのは、もう切実な問題です、皆さん、<laughs> 本当に、生活が回るかどうかということにもありますのでね、この提供区域、私、確認したいんですけれども、 あの通園するまあ時間のまあ20分程度といわれたことがありますが、これ、歩いてか、自転車か自動車か、ご家庭の条件によっても一律に判断できないと思うんですけれども、この事情、どのようにえ考慮さ荒木市長。えとちょっと何点かあ,のありましたので、ちょっと簡潔にお話しさせてもらいますが、ああ保育士の労働まあ状況というのは、先ほど私、申し上げましたが、 あの正規、非正規、それだけでは、例えば大変やから非正規がええとか、そういうだけではなくて、いろんなあの家庭の事情とか、働き方ということもあろうかと思います、そういったことでまあ選ばれたことでもあろうかなと思ってますし、私どもとしては、しっかりあの自信を持って仕事ができるような、そういった環境を、京都市ではしっかりこれまでから守ってきてるんではないかなというふうには思っています。それれからあのえと受け入ががが減っていいるととうお話がございましたが先ほど所所のまあ区役所の役ころでは 受け入れが減っていると申し上げましたが、全前的に見ますとですね昨年1年前に比べると非常に多くの受け入れ枠を多く、まあ,あの増えてきているという状況がございましてですね。そういう意味で言うと、1年前に比べると受けれ枠がかなり増えているというような状況にございます。人材確保の件でございます。私はあのこの10月、11月、各区役所のあ各,各,ます各区の延長会回らせていただいてですね。 園長先生方とい,いろんなお話もさせていただいております、まあ、そこでやっぱり人材確保が喫緊の課題であるというお話も重々聞かせていただいてますし、私どもとしましても、その人材の確保は非常に大変であるということが分かった上でで、すねいろいろまあ特効薬というのはないので、いろいろあの手この手考えながら、先生方とともにです、ね、今、取り組んでいるところでございますので、引き続き人材確保に向けては取り組んでいきたいと思っています。最後にあの提供区域なんですが えーまあ、あの例えば山科一、えー、にお住まいの方が山科一の保育園しか行かないということはございませんでしてです、ねえー、当然他の地域の山科の、まあ、保育園とか、えー、中には、第五とか。 いろんなあの周りの近隣のところを利用されるという状況がございます、そういった実績値をもとにです、ね、今回の事業計画の中間見直しでは、この分の数であれば、この提供区域でまあ対応できるやろうという形でさせていただいたわけですし、まあ、単にただあの作ればいいということではなくて、ですね一方であの定員割りをしている、ずっと定員割りしているような提供区域もありますので、そういったことをしっかり考えた上でで、すねやっぱりこういった量の整備をどうするのかを考えていかな,らないのかなと、そのようには考えております。山本委員、はい あのまあ、この案,の案によってです、ね、山科でもこの必要な量の見込みからすれば、 増加をするんです増加をすするんですけれども、他の提供区域に行ってくださいということで、増やす見込みはゼロと、全域において山科はゼロとなるわけです、まあ、厳しいことを要求していかなければならない状況が想定,想定されますので、それが無理強いにならないように、個別な判断をしっかり聞いていただいて、対応をしていただきたいと思います。 あの前回の質疑でもです、ね、こういった提供区域を超えた保育園の回す点で、まあ、それをまあ希望されなかった方は、待機児童とは言えないということで、ご説明いただいたかと思います。言葉としてね、自己都合っていうことをつ使ってることが勝手な理由だというように取られますけれども、そうではありません。そののの保護者の方々,個々の、ねえー、状況を見てみれば 毎日の生活を回すために、切実な条件です、この保育園に通園するために何分かかるか、どの方面かということは、あの重要な条件ですので、えー、ぜひその無理人にならないような配慮をしていただきたいと思います、そして重ねてですね、えー、のー保育士さんの人材確保、もうね、安易なことは言ってはいられません、私もそんなに長年のことは分かりませんけども、この2、3年、あの延長。 先生たちと懇談をさせていただいている中でも、今年が一番人材確保の困難という厳しい状況だということを私、肌で感じました、その内容をね、さらに詰めていただいて、働く現場の環境を今、改善すべき、この声を保育士さんから聞いていただいて、ぜひ対応していただきたい、あのあの本当に厳しい状況ではね、職改善よりも今はあの、まあ、働く環境をどうにかしてほしい、まあ、こんなことあんま言ったらあ,のあれなんですけども、それほどですね、本当に。 あのあのそういう声があったということです。その厳しい認識、あの皆さんも共有していただきたいと思いますので、えー、お願いしたいと思います。すみません以上です。はい。進行いたします。吉田委員。あの先の衆議院選挙でですね、あの消費税を増税せざるを得ないけれども、その増税分を 教育負担軽減や子育て支援に多く割くべきであるという主張した与党が勝利をすることができました、うん、今後です、ねあの、この子育て支援が着実に前進をすることが間違いないと確信をしながらもです、ねえー、きめ細かな政策の推進が大事であるということで、市民に身近な地方自治体の具体的な政策推進が、ますますあの重くなってくるという認識でおります。そういうい意味でこの,あの えー、子ども・子育て支援事業計画中間での見直しをされていると、でもう本当に具体的な地域,地域の状況をしっかり踏まえた上での,あの計画を推進しておられると、また見直しておられるということはです、ね、単に口先だけではなくして、えー、実際に力を入れている証であるというふうに、この資料を見て実感しております。 期待をしているところでありますのでよろししくお願いいたしますで、まあ、き今日このお時間をいただいてです、ね、まあ、いくつかお聞きしたい気持ちがいっぱいあるんですけれども、時間もたくさん、他の案件もあって、時間を絞ることも大事ですので、一点にのみ取り上げさせていただきます。それは前回の委員会でも議論させていただいた、病児保育の問題であります。 これはまああの今ワークライフバランスがあの取り上げられていますし一億総活躍社会の中でですね女性も社会で活躍していかれるまたそういうためにも子育てをされるご苦労を少しずもみんなでサポートしちゃっていくそういう温かい社会を作り上げていかなければなりませんしかしなかなか今はあの現実的にはね厳しいのが実態であります働くお母さん方からの切実な声がやっぱり。 次々と寄せられているのがね、私どもにも来てますし、また行政にもあのと届いているんじゃないでしょうか、また博物館にもですね、各それぞれの行政区単位でも、今まで以上にきめ細かく届いているとことであろうと思います。そういう意味で、今回、この中間年にあたってのです、ね、見直しで、えー、事業をまあ見直す対象の中にですね、病児保育事業があ入っていないと、今回は見直しを行わないというふうにね、 やっているわけでありますけれども、これはどういう理由なんでしょうか、まあ、順調に推移しているということなのか、それとも実際に、えーえー、現場ではそこまでの重要性はないというふうに今、思っているのか、どういう状況なんでしょうか。はい、荒木予報総合推進支援室長 はい病児、えー・病,時病後児保育でございますが病児、あのー・病,時病後児保育につきましてはあのこれ事業計画上今回の中間見直しの対象にはしておりませんこれはあのニーズが変わった例えばもともと計画を立てたた時ですね定めてたニーズが、まあ、より高くなっている現状があるとかそれほど伸びていないという現状があるとかそういうことでまあ変えそういうい場合は変えるわけなんですが今回についてはニーズについては 計画を作った当初ととそれほど変わっててていな考えておりましてただ、今の現在の計画に基づいて、ですね今後31年度末に向けて整備をしていくということで、まあ、変えていないということでございます。ちなみに28年度末の28年度における実績から考えまして、31年度までには約1.7倍の確保をしていかねばならないと考えておりまして、今後2年間で定員としては6名分の増員を図っていこうと考えております、はい、吉田委員。 今ご答弁ではです、ね、ニーズは大きく変わっていないというふうなあの趣旨でありましたけれども、資料1の2を見ますと、ですね病状保育事業、これ A さんのでかい紙の一番右側には、ですねキャンサル待ちが生じているというふうに、この河川のところで書いておられて、まあ、潜在的ニーズを含めて、本事業の市民ニーズは今後も着実増加すると、こういうわけです せやけど今のご答弁は、ちょっとそのあの大きく変わっていないということなので、ちょっと若干、この紙に変えたのと、今の口頭でのご説明と違いがあるように思うんですけれども、どうなんでしょうか、えー、実際にはその、えー、今後はあの当初の予定通り進めるのか、それとも、えー、縮小するのか、それとも拡充するのか、この点も含めてご説明をお願いいたします。荒木市長 ちょっとすいません説明が不十分で申し訳ございませんでしたあの、えー。それぞれ27年度末、28年度末、29年度末という形で31年度までの5か年でですね計画と実績を照らし合わせますと今、実績の達成率はだいたい9割程度になっているわけなんですがこの計画自体がですね今後、 え右肩上がりでこう増やしていこうということになっておりますので、現状、こういうキャンセル待ちが発生しているとか、そういったことも含めて、ですね31年度末に向けて、28年度実績でいうと、約1.7倍、今後、整備をしていくということをあの申し上げましたんですけど、ちょっとあの現状であの問題がないが、今後も伸びていくという認識が問題がないということで、いいらっしゃるつもりでございます吉田委員、まあ今後もですねその潜在的ニーズが顕在化していくという方向性は変わらないので、縮小せずに。 前進していくと,いうことですよ、ね、私はぜひですね、あの拡充をね、していく事業にね、加えていく必要があるのではないかと思うんですね。あのこ,こ,にもこの資料にもキャンセル待ちが多いというふうにえていますけれども、それ以上にやはり、あの現場の保育士さんとか園長先生との、ね、意見交換の場でもですね、えー、結局、あの病児保育の。 ケースがあっても、ですねお母さんが急に来られないケースがあって、大変心が痛いという声が寄せられていますし、実際、その会社等々、ね、職場から早退されて来られる方々の,、ね、その職場状況も思うと、ですね実際それをこう想像すると、余るあるぐらいの、ね、大変さがあるというのは、もう感じます私自身も自分の子供が小さいときもです、ね、そういうことがあったわけですので、やはり。 あのこの問題というのはあの、目に見えない部分をサーチライトを当てるね、そうしないと、やはりその、この、えー、これからのワークライフバランスの進展とかですね、働く女性を支援するといと言ってもそれは具体的にこの問題を何も横招、ね、いてね、いくという、あるいは拡充はしないまま現状維持のいくというふうになるのと、あの国の方向で、 え上げておられる、ね、あの方向性と違うんじゃないかというふうに念、ね、になってしまいますので、よろししくお願いしますそういう意味では、現場の雇用を最大限に尊重して、現実にどの手法が最善かという、ね、ことを真剣に検討する必要があると思うんですが、今でも6か所で、えー、その病床保育を受け入れていただける施設があるということですけれども、実際には病児対応が3施設で、病後児対応が3施設なので、 この病気になったばかりの子あるいはもう非常に大きな熱があっている子,と子どもさんは3箇所にしかないしまた下業の病後自体用型施設は、えー、廃止されたという、ね、実態があるということですので本当に実際はお母さん方が引き取っておられるのがほとんどじゃないんでしょうかあるいはそれかあるいはその通常預かっておられる園でその保育士さんが特別にその子のために、えー、その施設別の施設に連れて行かずに、ね、自分のところのところで。えー お母さんが迎えに来られるまでは見ておられるというケースがね、実際にはあると感じます。で、先日もあの伏見区の園長先生との意見交換させていただいたときにね、終了後、この点どうですかと、あのちょっと個別でお聞きしたら、実際、えー、区の中に1箇所あるそこ,のそこのところに連れていくケースよりも、実際、自分のところの園で見ていますというふうにおっしゃっていたわけですね。 えここそう考えますとです、ね、私はこの病気になられた子どもさんを保護者に引き取らせずに、園で見ていくことをするための、そういうふうな保育環境を向上させるために、予算を増額をするというふうに、えー、大,きな大きな理由づけに、ね、していこう。 高校生を打ち出されることになりますとですねお母さん方も喜ばれるしまた僕の納税者の方々もあそれは本当に大重要なことだとあの賛成されるんじゃないでしょうかそんな関係はないで母親がそこで休んであの連れて帰るのが当たり前やというふうにね反対するような人はねそんな心ない人はね、まあ、ほとんどいないと思います今後の保育士待遇改善の、ね、ためにもですねこの病児の時の子どもさんを 保護者に負担をかけない、また、個別の園の負担を少しでも緩和するために、だからこそ予算を増額するべきであると、また保育士さんのです、ね、給与も、だからこそ上げていかないといけないというふうにね。 持っていくということが大事になるというふうに訴えたわけでありますけれども、その点に対するご見解をお聞きしたいと思います、はい、荒木市長、はい。何点かございまして、あのえー、とこの資料の1の2の病児、ね・病時病児保育の平成28年度の欄を見ていただきますとです、ね、4000トンで83人にこれがあの28年度の実績でございましてですね。えー 事業計画上、31年度にこの数字を6847人に,に増やすという計画をえ当初から立てておりますので、あの今後も予算を確保する中で,です、ね、約1.7倍まで、まあ、整備を増やしていくということで考えております。ちょっともう1つがが、ね、病時病後所保育でございますがあの、まあ、やっぱり 親御さんはどなたもそうだと思うんですが、まあ、病気になったときぐらいはやっぱり自分がしっかり見てあげたいと、まあ、そういう、おそらく皆さんがそう思っているんかなと思いながら、ただ一方で、ですねどうしても仕事が外せないというようなニーズが、こういった声もあるのも事実でございますので、えー、本来であれば、まあえー、病気の時は家庭で、まあ、あの見ていただくのが一番かも分かりませんが、ただそういったニーズに応えるために、私ども、ここは積極的に整備の方を進めていきたいとは思っています。ちょっとあの先ほど 6か所のうち病後時とのみと病児、病後時併設型のちょっとお話がございましたがこの7月にですね私ど病児、病後時併設型を推進をしておりまして7月に今定員33名になっておりましてそのうち30名がですね 病児、病後児併設型3、3人分のみ、病後児対応型になっておりまして、今は病児、病後児がまあ多いという、そういう状況になっております。で、最後にあの先生からございました、ちょっと私が聞き間違いかもしれませんが、保育園でまあ見ていくと。 病児、病後児のお子さんを見ていくという分でございます。で、あの確かに保育所型っていうものも国のメニューでございまして、政令市でもまあ、1桁台だったと思いますが、採用されるところもございます、ただ、どうしても保育所型になりますとですね、病後児しか対応ができない。 病児保育が対応できないということで、それはごくごくわずかの施設しができていないという状況を聞いておりますので、私どもとしましてはこれまで通り病院併設型でま進め移動機関併設型でま進めていきたいとそのように考えております。社員わ、えー、かりました。もう丁寧なご答弁いただきましてありがとうございます。この点に関しましてですね、えー、保育園側もやっぱり納得されるようなあの方向性にね寄り添っ まあ環境整備をしていただくのと、また保護者の方々へのです、ね、安心感を持っていただけるようなです、ね、そういう,こうきめ細かな点が大事だと思いますので、まあ、先ほども申し上げたわけですけれども、まあ、現場の意見を最大限に尊重していただく、ね、姿勢でよろしくお願いします。終わりまますす、はい、進行いたします森委員 はいえー、と何点かあのお伺いいいをしたいと思いますまず1つ目なんですけれどもあの、まあ、この委員会資料にも書かれていますと、まあり確保とその実施時期というところにつきましてはやはりあの、まあ、新設ばかりに頼るのではなくて、まあ、既存の保育所並びに、まあ、の増員という。 まあ増築やまあ分園設置等でうまく活用すべきというようなまあご意見も出されているというふうに書かれています私も,もう全くその通りだなと思っておりましてあのまあ今後の保育ニーズ高まっていくのはまあもちろん目に見えていることですけれども本当に今、京都市が持っているまあ施設並びにあのまあ その資源というものを最大限に財源もすごく厳しいですしあのやっぱり子どもにはやっぱりお米をかけてあげたいというのはもちろんそのとおりなんですけれども湯水のようにやっぱり財源があるわけではございませんしやはりその辺をうまく活用することっていうのはやっぱり大切なのかなというふうに思っております。まあ、その中のののの中つにですねややはりりりこここ幼稚園というととといいううろろ預か保育がやっぱり あの今後結構重要な要になってくるのではないかなと私個人的には考え思っているところでしてあのこの前神業こども祭りというものがございまして私も行ってきたんですけれども、まあ、そこで一生懸命あの京都一律の幼稚園さんが「もう預かり保育やってますんでぜひお願いします」というように、はい、まあこれどういうことか、まあ、やはりその一律の保育幼稚園さんはやっぱりその定員割れであったりあの そういったところでやっぱり入ってきてほしいっていうようなことをやっぱ切実に訴えておられましてあの預かり保育その延長保育というところも一定ニーズがあって、まあ、それにも対応していただいているところだなというふうに思うんですけれども一方で保護者の人たちがお幼稚園に対する思う先入観と 私も一部の人たちの声しか聞いてないのであれかもしれませんけれどもやっぱり幼稚園は預かり時間が短いであったり余裕のある人たちが行くところなんだというような、まあ、先入観というところが、まあ、まだまだ縫い切れてないのではないかなその先入観がいる一方でやはり京都市も預かりであったりその延長保育というものをしっかりやってきているのでそのやっぱり間の溝というところはやっぱりしっかりと広報で埋めていくべきだなというふうに思っているんですけれどもその点についてはいかがでしょうか。 はい、荒木予報総合推支援室長、はい、幼稚園の預かり保育でございます、えー、あの一律の幼稚園はすべての幼稚園であの午後6時までの預かり保育、これも夏休みを含めてです、ね、実施をしていただいておりますし私立幼稚園につきましても、えー、本当に毎年どん,どんどんどんそういった長時間の保育を夏休みを含めてです、ね、していただいているが非常に増えてきておりましてそういう意味では。あの 保護者の保育ニーズにですね十分応えてきていただいてるんではないかなとそのように思ってますただ先ほどもありましたように保育時間がまだ短いんではないかとかそういったようなお声があの聞くのも事実でございますが私どもいろんな機会を通じてですねあの幼稚園の預かり保育の状況なども広報をさせていただいておりますしで特にあの 小規模保育事業所を卒園される、3歳で卒園されるわけなんですが、そういった小規模保育事業所さんに対しては、事業者さんを通じて、全保護者の方に幼稚園の周年奨励費の仕組みでありますとか、あと、こういった、 預かり保育をこういう拡充してやってますよというようなことをですね情報提供したりとか、そういったような形で多くの方が幼稚園のことを知っていただくような取り組みも2年前からやっておりますので、そういったことを実施しながら、幼稚園での幼稚園、保育園、それぞれいいところがございますので、保護者の多様なニーズに応えるような形で提供できるようにしていきたいなと考えております。森、はいあの もうずっとあの市の方でも区役所の方でもまた実施されている園の皆様もやっていただいているのはもちろん承知の上ですしや,やっぱりそこをあの引き続きあの強化していただきたいなというふうに感じるところです、まあ、ただ一方で心配というか私がただ単に勝手に心配しているだけなのかもしれないですけれどもやっぱこういうふうに幼稚園の 先生方がやっぱりこういうふうに言って延長保育預かり保育を実施することによって、まあ、ニーズが高まっていくことはもちろん喜ばしいことである一方で、まあ、そういう人たちの人員の増加な、まあ、びに今後の需要見込みに対する人材確保というのがきちんと目処が立っているのか、まあ、確保が十分できるのかというところを非常に心配するところなんですけれどもその点についてどのようなあのお考えを持っておられるかその点についてお聞かせください。原木市長 えー、この4月からあのこれまでの保育課から養保総合支援室になりましてです、ねえー、私立幼稚園の先生方も私も非常に会う機会が多くございまして。 幼稚園の方にもよくあの足を運ばせてもらっております。まあ,あのその中でですね、あのよく保育園でのあの保育人材確保が大変という声はこれまたが私保育課時代からも聞いてたんですが、幼稚園でも同じようにですね、年々人材確保は非常に大変になってきているというふうに考えております。まあ、私どもあの両方連両相互支援室ということもございますので、保育幼稚園それ,それぞれですね、その人材確保を図れるように。 まあまあ、頑張っていけたらいいなと思っておりますが、まあ、あの市内には養成校があの14箇所という、非常に恵まれた状況もございますので、そうやって養成校を通じてです、ね、京都市内のまあ保育園、幼稚園の良さをもっともっとアピールしてです、ね、学生さんに来てもらえるようにまあ取り組んでいけたらなと、そのようには思っております。<森>やっぱりどうしても 人手が足りてないっていうのはどちらかというと保育園の先生方保育士さんが足りてないというイメージを持たれがちですけれども、まあ、そのように幼稚園の先生ら私、まあ、身内が幼稚園の先生してたもので幼稚園の先生も年々大変になってきているというようなお話も聞きますとやはりあの注目をされてる。 ところ以外にもやっぱりそういったところが出てくるんだ。そういう,ような保育ニーズに対応するために、やはり現場の皆様が必死でやっぱり対応していただいているっていうことは、やはりあのしっかりと踏まえた上で私たちも議論していかなければならないなというふうにまあ、感じているところであるので、まあ、これについても引き続きあのやっていきたいなというふうに思います。まあ、引き続きましてこのまあ、幼稚園に関してあの。 建て替えが迫っている一律幼稚園さん京都市立の幼稚園さんが、まあ、あの何か所かあるかと思います、まあ、上京区だけ見ましてももうだいぶ古くなってきててまだ建て替えの話は出ていないものの、まあ、昭和の時代から建てられてて、まあ、増改築をずっとやりながらだましだましって言ったらちょっと失礼かもしれないですけれどもあのちょっと古いなあというようなところの幼稚園さんも、まあ、増えてきているというか、まあ、あるのは一定事実かと思います。まあその そのまあ幼稚園さんの建て替えの話が出てこない以上、まあ、どうするかというものはまだ議論のテーブルに上げるところにないのかもしれないですけれども、まあ、そういった迫っているそういう状況下において、まあ、その周りの保育ニーズも踏まえた上でそういった一律宗教私立の幼稚園さんを子ども園に移行させていく。 まあこれはも,うもちろん要望あってニーズあっての話ですけれどもやはりこの辺もしっかり前向きに検討していただきたいなという,ふうに思うんですけれどもその点についてはいかがでしょうか。原木市長 あの一律幼稚園申し訳ございませんがあの教育委員会所からなりますして、ねうん、私どもから何なんか言えるような立場ではないんですがあの一律幼稚園がもともと一律幼稚園が養保連携型認定ごとめと開地幼稚園がこれ来年4月に開設するということではございますがちょっとあの老朽化等の状況でありますとか建て替えの状況、ちょっと私どもその存じ上げておられて確かにあの私も分かって、あのーまあ、ちょっとお話しした部分もあるんですけれどもやはり、あのー。 まあこういうふうにあの局が編成されていく中であのやはりそういった教育委員会さんとも話し合いを経た上で、あでやっぱりここの幼稚園さんがらがらなんやったら認定この上にすればいいのにっていうような声も私のところにも言って聞くところでもありますし、まあ、そういったところはまあ局の垣根を越えてまあしっかりと話し合いをしていってほしいなということをあの予防しておきます。 で次になんですけれども、えーと、見直しを行う事業につきまして、この子ども短期支援事業、まあ、トワイライトステイという事業があるんですけれども、すみません、これ、今、この事業は今いくら、予算いくら、まあ、決算の額で、まあ、いくらを投じて行っている事業でしょうか、はい。上田子ども若者未来部長。 はい、資料1の1の裏面に載っているトワイライトステイでございます、まあ、書いてありますように、まあ、保護者は仕事等により17時から22時までの夜間で養育困難な家庭の児童を児童養護施設等でお預かりするというものでございます、まあ、利用件数がだいぶ減っておりますので見直しを見込みを減らすということに なっております、えーまあ、こちらについては、えー、すみません、ちょっと今、予算額は調べておりますが、えーまああの、要件が該当して、ここの児童養護施設の方へ行けるという子どもさんにはそれぞれ対応するということですが。 あ、えー、そうですね。あの、えー、まあ、実際予算、え、枠んでおりましても、もちろん実績分しか、えー、経費は、えー、かかりませんけれども。えー、上田部長、五国でいいです。ああ森さんはい、はい、あの、はい。森。すみません。あの、もうちょっと事前に言っといてよかったです。すみません。あ、まあ、この、まあ、これも、まあ、いいって、まあ、多分、額自体はそこまで。 高額ではないとは思うんですけれども、あのまあ、一定の予算をかけてま行っている授業かなということを思っています。まあ、な,なんでこんなことを聞きましたか？と言います。と、まあの利用見込みが下がってきたので、今回か補修生します。というような話はまあまあ一定理解もできますし。まあその通りなのかなというふうに思っているんですけれども、そのまあ理由をまあ読んでも、ま、読んでいますと。とまあ、他の授業で当該授業の対利用対象となっていた家庭ニーズを補う,よう。 補うことができるようになり今後大幅な利用価数増をのぞみ込めないため、まあ、下方修正するということがま書かれている通おり、まあ、この事業がどうしてもこれでないといけないんだっていうようなところにやっぱりどうしても見えないのかなあの他の事、まあ、業で、まあ、この事業をまあ大体補えるものなのであればこれをまあ下方修正してまで維持する必要があるのかな。 まあ先ほども私言いましたけれども京都市が湯水のようにやっぱりこの子育て支援のためにお金を使える自治体であれば、まあ、どんどんやるべきだと思うんですけれどもやはりその厳しい財政状況を踏まえた上で、まあ、この授業でなくてもあのこのお金があるんやったらあ他のところに使った方が有効的なんじゃないかと思える部分については今すぐなくすことはできなくてもあの予算の 配分とかかいう点から見てもこの授業が特別こ,れこの形として残す必要というのはそこまでないんじゃないかなという,ふうに思うんですけれども、その点についてはいかがでしょうか。上田部長。はい、確かにあの学童クラブ事業等で、えー、6年生の拡大ということもあり、えー、人数が減ってきているんですけれども、えーまあ、ただ、えー、こちらは児童養護施設の中でやっております。わ、まあ、わざわざ施施設設設を設けるといいうよりも児童養護施設の空いたススペースで そののかかりすするとといいいうことなので、まあ、そういうこななででで意味はは予算はあまりかかっておらないんです、えー、ただあの学童クラブではなく、まあ、児童養護施設で、えーまあ、あの落ち着いてあの、まあ、いろんな困難を抱える家庭の子どもさんなので児童養護施設の方で診てほしいというニーズもあることはありますのであの、まあ、今後、件数の推移もありますけども、えーまあ、今すぐに必要でないというふうには考えておりませんが、まあ、今後の推移は見ながら検討は続けていきたいと思っております。 はい、ありがとうございますあの今の答弁で、まあ、そういう、まあ、背景とかも、まあ、あのご理解もできましたし、まあ、これについては引き続き、まあ、見直しも含めてあの、まあ、しっかりと検討していっていただきたいなという,ふうに思います、まあ、次でちょっと最後にはなるんですけれども、まあ、見直しを行わない授業の一番最後にあの妊娠・検診の部分があったかと思います。あのもちろんんん今どんどん、まあ まあ少子高齢化でまあ減っていっている一方でや,やはりこの国の制度として保健指導を担う行政としてまあしっかりとあの健康検査をやってきていただいた部分はしっかりやっぱりこういうことこそやっぱり行政がしっかりとやっていかなければならない事業の一つなんだなということを私も妊娠中も思いましたしあの本当にあの現場の皆様には本当に敬意を表したいところなんですけれども私が一番この点で危惧しているといいますか 大丈夫なのかなと思うところが1つあるのがこの69ページにあの、まあ、下の方になんですけれども妊娠11週までの届け率についてという欄があります、まあ、これはまあ11週までにどんだけの人が届けあの母子手帳をもらいに来たかという数だというふうに私は認識しているんですけれどもやはり100%ではないというところがやっぱり気になってます、まあ、なぜかと言いますとあの、まあ、望まない妊娠でやっぱり その産むか産まないかを悩んでおられるままに収数がどんどん大きくなってしまったっていう場合もあるでしょうしその結局その葛藤のまんま分娩の予約をせずに突然産んでしまったっていうケースもやはりまだまだ全国的に見てもあのゼロではないですし京都市にも一ってそういったところはあるんじゃないかなというふうに思うんですけれどもまあこのまあその点はまず一つなんですけどもう一点やっぱり。 母子手帳をもらうっていうことでようやくその妊婦さんと行政とのつながりができるのであってその行政のつながりっていうところがやっぱりこの数パーセントの人たちはないまま出産してしまっているあるいはあの、まあ、中絶っていう形になったのかそういうところはちょっとまだまだわからない部分ではあるんですけれどもやはりこの点については行政しっかりと挙げてやはり100パーセントにまず 極力までに近づける努力というものは必要かと思うんですけれどもその点についてのご認識はいかがでしょうかはい中条子ども若者未来部母子保健担当部長 はいあの、森議員おっしゃる通り、11週までにりあの母子手帳をもらいに来ていただきたいという思いは、あの子どもはごく室の職員、みんな持っております。と申しますのも、あのその時期までにあの取りに来ていただくと、ですね、その後あの14回の検診なども、まあ、受けてもらいやすいということですし、早くから必要な方に支援を受けていただける。 あのもちろんあの学の担当の職員とも早くから関係ができるということでございますであの、まあ、皆様がこの、えっと、11週まで取りに来られなくても、まあ、その後、まあ、13週とか15週とかあの少し遅れて取りに来られる方もいらっしゃいます。 この頃はですねあの、お仕事が忙しくて分かってって受診は1回したんだけれども次4週後でいいって言われたのでそれまでに今取りに行こうかなと思ってて遅れたっていう方も、まあ、あの少ないですけどございます。でそういう方には、まあ、できるだけ早く取りに来ていただく方がありがたいですということは、まあ、あのお伝えするところではございます。それと、あの うーんまあ、あの飛び込み出産とかが、ねはい、本当にリスクをあの伴うということはもうその通りでございましてあのこのままお借りして本当にあの、まあ、妊娠したかなと思われる方は早めに受診してあの診断を受けていただいて早めに母子手帳を取りに来ていただきたいなと思いますしもしあの妊娠の継続とか出産とか、まあ、経済的なことも含めて家族状況も含めて心配がある方はその時に母子手帳を取りに来られる時にあのご相談に。 あの市民に乗らせていただきたいと思いますので、ぜひともその関わりをまずあの持つことからスタートしていただきたいなと思っております。以上です。<森>はい、あの理事者からのご答弁あった、本当にその通りだなと思っておりますし、やはりそのやきもうっぱり分かってからやきもきなさる部分っていうのもやはり現場でもあるのかなっていうことももちろん私も少なからずまあ理あの。 思った上で、まあ、あの質問をさせていただいているんですけれどもそのやっぱり飛び込み出産であったりそういった、まあ、リスクであったりそうで、まあ、中絶というところが、まあ、いいか悪いかというところはまた慎重な議論は必要ですけれども本当に産みたいのに産めなかったとっいう人たちにやっぱり寄り添う。 妊娠放棄のためにはその妊娠法とっていうようなところも今京都市で進めていただいてはいるんですけれども、まあ、そういったところの窓口もからやはりそういった言うに言えないというような、まあ、妊婦さんの声、まあ、女性の声っていうのを積極的にっていうふうに発言をするとやはり誤解を生むかもしれないですけれども、まあ、そう 人たちとやっぱり行政の方々がやっぱり現場サイドでも寄り添っていただいて一人でもあの多,く多くの命を、まあ、こういった行政とのつながり、まあ、あるいは関わりを持つ中でやはり育てていってほしいなというようなことを申し添えまして質問を得ますはい進行いたします。道端委員 私の方は、この量の、保育の、ち保育の寮の見込みと、供給体制の確保について、少しいろいろとお伺いさせていただきたいなと思っております。まあ、今回、のの中間見直しということで、いろんな提供別に、学区別ですか、提供区域別に、調整をされて、今後、こういう形で849名。 あの保育の需要がまあだ足りないとこれから少しそれを拡充していかなくてはいけないというふうなことが出ましてでその中であの現行の、えー、特定教育、えー、保育施設地域型保育事業および幼稚園預かり保育の量的を拡充を図ってこの849名 をこれ、まあ、あのクリアしていくというあの方針がこう示されたんですけれどもそこで、ねまあ、端的にあのそのこの地,地域型保育事業の中に事業所内保育事業いわゆる企業主導型小規模保育これが、まあ、含まれているとただからこれすごく京都市の管轄とは違うところで動いている制度ですね。であああの、まああのま こういう部分を、このいわゆる849名を解消するために、これを組み込んで提供していくのか、うんまあ、うん勝手に支払うのか、それも含めて、共同してどう考えておられるのか、まずはね、この企業主導型、企業主導型保育事業の概要をまず教えていただけますか、はい、荒木養護総合支援室長。 あの財源でございますかね、あの国のあ子育て支援、はい、あ内容です、概要ですから、<laughs> ごめんなさい、申し訳ございません、えー、この企業主導型保育事業と申しますのが、まあ、多様な就労形態に対応する保育サービスの拡大に行いまして、まあ、仕事と子どもの両立にすることを目的ということで、28年度に国においてまあ、事業化された制度でございまして、内閣府直轄の事業でございます。あのこのこ、えー 11月にあの締め切りが一旦あったんですが、これまで28年度、29年度で全国で7万人分の定員といいますか、まあ、利用者数の確保がされたと聞いており日田委員。で、まあ、この企業主、えー、導型の,あの保育事業というのは、きょうとし通さずに、内閣府があの直轄でやられると。でそこで、ね、あのそのこでのいわゆる この定員の、この定員じゃなくて保育供給の、このだけ見通しをつけてるのにもかかわらず、この企業を保,育あの保育所型っていうのは、定員の設定というのは、京都市は関与できるんでしょうか、青木、はい、市長。えー、まずあの、事業計画、今回の中間見直しにあたってです、ねあの、国の方からあの考え方が示されまして、えー、中間見直しにあたっては、企業主導型保育事業についても、保育の量の中にも入れても構わないと。 そういったようなものが示されました。ただ京都市ではあのこれ認可 市町村の認可事業所ではありませんので、え京都市では従前どおりの保育所それから認定子どめ、地位型保育事業で、まあ、事業計画の中間見直しもしておりますのでえ、企業主導型についてはまず入れていないということをまずお話しさせていただいた上でで、すねえ企業主導型につきましては、まあ、私ども京都市、まあ、京都市といいますか、市町村が関与ちょっとできない形で、内閣府主導でまあ整備をしておりますので、私どもがそのあたりについてちょっとお話をする状況には今ないということになっております。以上でいい となってくると、この事業このいわゆる支援事業計画の中に、地域型保育事業、括弧の中に事業所内保育事業って、これ、一文入っておりますね、これはあのいわゆるその理屈でいうと、企業主導型保育事業以外に、そういう事業があるんでしょうか。はいはい、ちょっとあのいろんな種,種類があって、ややこしくて申し訳ございませんが。 地域型保育事業の中にはです、ね、事業主導型、ごめんなさい、事業主保育事業という位置づけ、これも A 型とか B 型とかあるんですけどそういったものがございます。いいということは、ここには、いわゆる企業主導型保育事業というのが、もう含まれていないという認識でいいんですね、ただね、あのー、この企業主導型保育事業、市内にも何か所か、えー、できてきてます。 であの定員もその企業が勝手に、勝手に言うとだめですねあの、いろいろ定員をかけられます、ただ、その中に地域枠というて、半分は地域から採用できるんですね、であのやはりここもあの今、今日新聞に載ってましたけれども、これも国の方から予算をぼっと乗っけて、これから整備されていくと。 あのいう,ふうに報道もされておりますのでやはりこういう部分の,あのいわゆる保育事業もこの見直しの,この提供のこれにもなかなか情報は取りづらいかもしれませんけれどもやはり加味していくようなあのことあの京都市が関与していないからあの知りませんではなくてねやはりこれも公金が入っている事業ですのでやはりそこも何らかの加味をしてこの供給区域の量の 拡充という形であのしていく方法というのは、うん、考え方としてはこれ、間違ってないと思うんですけどどうでしょうか原木市長まずあの、京都市内の企業指導型の,、まあ、あの設置数といいますか、からお話しさせてもらいますが、現状では9か所、市内で企業指導型がございます、ただこれ、すべてがあの、えー、地域枠を持っているものではなくて、半分ぐらいはあの従業員枠しかないというところでございます。 でちょっとあの直近で国からお聞きしたあの内閣府から情報が提供されてみますと来年,来年4月に向けては計13箇所307人分の定員という,うに聞いておりますがこれも内訳は分からないんですがあの地域枠が何人分あるかちょっと分からないというような状況がまずあります。ちょっと先ほどあの先生からご質問がありました通りですねこの地域、企業・主導型保育事業というのは市町村事業計画の枠外で整備をされていくものですから。 えー、例えばその、京都市内でも34提供区域ある中で、えー、もうここはもうニーズが求まっているのでこれ以上保育の整備をする必要がない逆に定員割れを起こしている施設もあるので全体の定員の見直しもしていかなければならないというところもございます。えー、そういうよういよなな状況と関係なく まあ整備がされてしまうということもございますので、このあたりはですね、市町村事業計画との整合性なり、そういったものは一定必要になってくるんではないかなと、まあ,あの今、新聞報道で見ますのは、来年度、また今、予算要求中とは聞いておりますが、2万人分の企業、主導方のまあ枠を、まあ 考えているのを聞いておりますので、えーまあ、従業員枠は別にしましても、ですね地域枠を設ける場合については、何らかの市町村との連携といいますか、そういったものは必要ではないかなと、ちょっと私、個人的ではございますが、考えております本当にあのこういう連携というのがね、やっぱり持っていかないと、せっかく京都市が子ども・子育て会議でいろんな方の意見を聞いて、あの計画を作って、 で計画的にこの待機児童を今まで4年間連続ゼロにして、まあ、今度また5年,5年目を目指そうとして綿密な計画をしているのにあのそういう、まあ、国直轄なんですけれどもあのそういう部分の保育所ができてあのなかなかこの全く数字に反映してこないってなってくるとやはりあの問題がいろんなところでハレーションが起きてくると思うのでやはりそこはうー京都市もあの国がやってるからあの。 情報がつかめませんではなく、こちらから積極的に情報をつかんでいって、あの,あの何らかの調整を図れるようにしていただきたいんですけれども、最後、その答弁をもらって終わります、はい、荒木市長、えー、来年4月からまたあの、この内閣府の予算意欲トータルの話なんですが、えー、企業指導型の応募が始まってですね、 そういったことが進むかと思いますので、まあ、私どもとしましても、あの京都市の,あの事業計画をこれしっかりまあ着実にすることは一方で,です、ね、えー、まあ整合性を取るようなものにしていかなきゃいけませんので、先ほど先生がご指摘いただいた内容を含めてです、ね、検討して、必要なときには国の方にもまあ意見を打っていけたらなとそのようにございませんか。はい なければ以上で報告調書を終わりますがこの際子ども若者の育務局に対して質問がある方はただいま挙手していただきあらかじめ質問内容をお申し出いただきますようお願いします。お二人ではい、はい、それでは津田委員。個人保育所の民間委員についてです。はい吉田委員、えー。保育環境の好調と。 人員確保についてですそれではただいまお申し出のあった質問について、津田委員、吉田委員の順で行うことといたします。なお改めて申し上げますが、お申し出のあった方以外の委員の質問は、当該質問に関連する内容以外は認めませんので、ご,ご承知おき願います。それれれででではは一般質問に関連ししないい者はこれで退席願いますお疲れ様でした

おりますであの、えー、民間以外についてはです、ね、まあ、これまでからもまあいくつかしてこられたんですけれども、やはりあの保護者の皆さんがです、ねまあ、ご心配をいろいろされているというのがあの現実だというふうに思います。で、あのー、この部会のところですね、まあえーまあ、どんな審議があったかというのをちょっとお聞かせいただきたいと思います。はい、荒木予報総合支援室長、はいえー、11月28日に数人保育所の 移管、えー、先選定部会、これは数字保育処分で初めてでございますが、えー、開催をさせていただきました。であのこれまで民間移管の際はです、ねえー、1回目の選定部会におきまして、市内の各民間保育園様の方の応募の意向調査、こういったことについてとか、あと募集要項の審議も行ってきております。まあ、あのですが、今回の数字保育所の移転民営化につきましては、先ほど先生がご指摘いただいたと、ねまあり、施設の移転とか、 移転が伴うという初めてのケースでもございますので、まあ、不安を抱えておられる保護者の方もいらっしゃるということから、まあ、より丁寧な対応が必要かなということで、部会委員の方に対しまして、京都市からまあ移転、民営化に関するこれまでの経過、状況を報告して、今後どのように進めていくのかといったことについて、まあ、広く意見を頂戴したところでございます。あいつ 分かりました、まあ、あの今回は早めから少し丁寧にやっておられるという理解でいいわけですね、であの今回の,まあその部会の中で、まあ、あの委員の先生方からは、まあ、どんな何か意見が出たと思うんですけどどんな意見があったでしょうか荒木市長、えー、部会ではです、ねあの、保育の学習経験者の方からご意見をいただきまして、えー、ご紹介いたしますと、移転と保育士の交代がまあ同時に行われた場合、ですね、えー、子どもへの影響も大きいと。 いうこと大きいと思われると、ま子どもや保護者の負担を極力ま軽減できるような対策が必要なんですがま保護者の意見にもあるように遺憾時点で在院している園児の保育を市職員の保育士が卒園するまでま継続するといったそのような手法などは考えられないのかなとそういった意見を具体的にいただいておりますま今後そのいただいた意見を踏まえてどのように進めていくのかということを検討していけたらなと考えております在院はい すごく最もなご意見だと思いますし保護者の皆さんもですねやっぱご心配をされておられることですのでできるだけまあそのいろんなことをですね、えー、きちんと議論していきながらですねあの不安がない形を探っていただく必要があると思いますので、えーあのー、お願いいいをしたいと思います、えー、っとそれで、まあ、今、そういう話があったんですけれども。あのーお 今の状態でね、本,本市として、何かこう具体的なことをお考えがあるようであれば、あのお聞かせいただけますこれまでの民間移管ではあの、場所はそのままで、えーまあ、運営する法人が変わるというやり方でございましたが、ということで、移管後ですね、えー、最大で1年間、副所長とクラス担任が引き継ぎ、まあ、共同保育のために残っていると。 とといいいいううこででごござざますが多くの保育士はまあ変わるという状況でございまだ、まあ、今回、確かに移転を伴うということから、保護者の方からも、保育士の先生が変わるのはつらいというような声もありますし、その保育の学習経験者から頂いた,だいた、えー、卒園するまで、京都市の保育士がまあ対応してはどうかと、保育をしてはどうかと、そういった意見もございましたので、あらゆる方向からまあ検討していって、なるべく早めに、ま、あ 私も京都市の方針を決めまして、また皆様方の方にも報告をしてまいりたいと考えておりまわ、はい、かりました、あのまあ、今回、今、何度もおっしゃったように、えー、と場所とそれから、えー、法人も変わるということというのが、こ、ま、れ、あ、までと違うことだというふうなことで、まあえー、できるだけ影響が少ないように。 先生方にどういう形がいいのかいろんな議論してまた具体的にご報告いただくということでしたのであのぜひあのまたしっかりとしたです、ね、内容を作ってご報告をいただきたいと思いますしあの、まあ、違うからといってすべて変える必要はないと思いますし今までうまいこと言ったことについてはしっかりとそれを踏襲しながらです、ね、またあの新しい、まあ、どうしても今回はこうしないといけないという部分があればそれはまたしっかりと構築した。 あ上でですね、また我々にも示していただきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。終わります。はい、この件に関しまして他にございませんか。はい、井上県人。あの一つ教えていただきたいのはですね、現在地でのお子どもさん一人当たりの面積とですね、移転後の。 数字がどんなふうに変化するのか、この点について、ちょっとご紹介いただけますでしょうか荒木陽放総合支援室長。ちょっとあの保育室の面積でよろしいですかね、保育室の面積がちょっとあの移転前と移転後がどのように変わっているのかっていう、ちょっと今、直接データは持ってませんが、あのそれを調べれば分かりますので、もしよろしければ、まだ資料の方提供させて、ね、数字ですかはい。です えっと、あの土地の,その敷地面積だけで言いますと、4500平米ということになります、はい、井上健人、児童数は123ちょっと待ってください、あのあれ子ども1人当たりの占有面積でしょ、おっしゃっていや、だから、じゃ保育室もいろいろ外もありますから、建、はい、物の面積、まだ出せてませんので、敷地面積だけになりますし。うん あの正確な面積にはならないかと思うんですけれども、今出せるとしたら、それぞれの用地の面積でしたら出せますけれども、それ、ちょっと児童数も含めて、まだどういう提案になるか分かりませんので、ちょっと一人当たりというのもご容赦願いたいと思います。稲上県人、無理やはいや、まあ敷地面積だけやったら、この前の資料でも書いてあったからね、別にそれ、子どもさんの人数で割り算したらえい,いだけで。 全体ととしししててて減ってしまう恐れがあるるんじゃなないかこわけですよその芸大にしたって今の敷地から比べるとものすごく狭くなっちゃうから高度利用ということで高い建物で延べ床面積確保しようとされてるわけでしょだからまあ数字の場合だって移転したらですね子どもさん一人子供さん一人当たりの面積が相当狭くなっちゃうんじゃないかなっていうことを気にしてお聞きをしたわけですけれどもだからまあそういう,そう,いうあたりね、えー、まあそれは一つの例なんだけども子どもさんの影響がどうかと。 こ近いとはいえお父さんお母さんの、まあ、京都駅から歩いて送り迎えしはる人がやはりとしたらねあの小泉園まではちょっと歩いて京都駅からっていうとちょっと厳しいなっていうか感じもしたりするとか、まあ、いろんな条件の違いが出てくるので、まあ、そのあたりもっとねあの総合的な比較検討材料を幅広く用意して、えー、議論していく必要があるんじゃないかなとて、まあ、こんなことの一例として、まあ、面積のことをちょっとお聞きしたっていうことなんだけどもそれとねあのー。 もう一つ僕がね、なんていうか、前からずっと気になってることなんだけども、あのー、この前の委員会でもなんかもう、民間化を前提としたような議論がどん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 進んでいくんだけども、議会としてはね、そ,のそういうことが全部整った後で、じゃあ廃止条例、えー、可決しましょうか、否決しましょうかと、議題,議題になると。だけど、それまではね、議会としては何の意思表示もしてない、しか、議決もしてないのに、 その議会を横に置いてやね、どん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 この既成事実みたいな話が進んでいくということについてのこのプロセスについて、まあ、どんなふうにお考えなのかと、僕はちょっと議会の立場の人間として、ど,どうかなって前からいつも思うんだけども、こ,このあたり、流れとしてど、どんなふうに皆さんお考えな、お考えなんでしょう。荒木市長 あの確かにあの条例上の廃止については、あの最終的に、まあ、2月司会でお願いをしているところでございますが、えー、私どもとしましてです、ねあの、なるべくあの幅広くご意見をいただくようにです、ね、保護者会も何回も開いてやっておりますし、またこの議会の方にもです、ね、節目節目でしっかりとまあ報告をさせていただいて、まあ、意見もいただいているという,うに思っておりますので、そういう点では、皆様方、司会の先生方、また保護者の意見も踏まえながら、まあ、計,画計画的にまあ進めているというふうに考えております井上健人。 まあいくらこなして議論したってね、踏まえてもらったとしてもね、議決としては何もしてないわけですよね。だからその辺がちょっと僕はその、皆さんのお仕事と議会の議決との関係で自治体の意思決定するわけだから、ちょっとどうかなって、まあ、この辺ちょっとあの問題というか、問題意識の一つとして、ちょっと今後のまあ議論のテーマにはしていきたいなというのを改めて思ってます。それと最後にね、あのもし僕がですね、えー、引き受けようとする法人の立場の人間だとすれば、 あの自己負担というのがどれぐらいかかるのかね、このあたりについてもちょっとご紹介いただけますでしょうか。原木市長えっとですね、えー、それ、整備のことでよろしいんですかね、えーっとまあ、あの規模等にもよるんですがあの、例えば総事業費を4億8千万円と、これ整備かな、えー、っと例えば1200平米で。 あの四十万円で計算しますと、総事業費が四億八千万円になりますが、その場合ですね、民間保育園さんの方で、えー、まあ法人さんの方で整備をする場合はですね、事業主負担というのは約七千百万円という形になります。井上健人あ。あ、ごめんなさい、間違えました。すみません。申し訳あ、はい申しません。<laughs> はい、荒木市長。あ、ませんなさい,すえすいません。ちょっと電卓の間に取れんでれ、ね、申し訳ございませんが、まずあのえ整備補助につきましてはあの。 ルールがございますので、事業主負担としましては1億9000万、それにプラス7100万円ですから、2億6400万円程度になるのかなと考えています、はい、井上健人。まあ僕は直接、もちろんやるわけじゃないんで、たとえ話なんだけども、ただ、まああの、誰かから聞かれた場合ですね、えー、お答えせんといかんので、お聞きをしているわけですけども、まあ、ちょっと僕はやっぱりあの、いくら、 貸し系だとか、いろんな蓄えとか、あったとしたら、それは民間の法人さんも、別にご商売で普段からやっていらっしゃるわけじゃないので、相当なね、負担だっいう気がするわけですね、そのあたり、ちょっと、そういうことも含めて、議論しなければならないテーマっていうのは、いろいろ課題がたくさんあるっていうふうに思いますので、き今日は関連質問ということで、津田先生、聞いていただいたんで、ちょっと追加でお聞きをさせていただきました。終わりまます、はい、この件ににに関連しかございませんか、はい、なければ次に 保育士の質の向上及び人材の確保についての質問を行います。それでは吉田委員<上>保育の質の向上、まだあの待遇改善、人材確保についてでありますが、あの特にです、ね、あの障害児保育に対してであります、1点目は。というのは、まあ、先日、各行政区単位で保育園連盟の園長さんや保育士さんとの意見公開会が。 あったわけけですけれども、まあ、伏見区、また第5地域で、えー、具体的にいろんなお声をお聞きしましたであの伏見の方では一番最初に言おうと発端はです、ね、障害児保育の充実の点だったわけです、まあります厳しい財政状況の中で、えー、障害児保育対策としての職員配置基準を、えー、見直していただいて予算も増額していただけることには感謝をしておられるわけですけれどもそれでもやはり 配慮の必要な子どもが増えてきているという点に対してはやはり実情に即した対策というのがねあの必要になってくるということであります。え<う>特にその、えー、半年がかりで三回か二回二回,回以上三回ぐらいの期間をかけてややっと認定されるというね、えー、子どもさんのがやはり あそ,のそれを対応する園の体制づくりが、えー、厳しいというふうにおっしゃっているわけであります。その現行制度が、まあ、な何とかこう実情に合わせるようにです、ね、改善もしていく必要があるというのではないかというご意見があったわけですけれどもこれに対してはあの国の方向性を踏まえて京都市としても現状に合わせてさまざま手を打っていただいていると思うんですけれども、えー、ただまあやはり現場からは 実情にはなかなか合わへんのですというたることに対して、どのように受け止めていらっしゃるんでしょうかはい、荒木市長、はいえー。障害のある子どもの保育園での受け入れなんですが、えー、京都市ではですね今現在、非常に多くの民間の保育園さんの方で協力いただきまして、多くの障害のある子どもをまあ保育園であの保育をしていただいているということで、全市で28年度で言いますと、1726人の お子様を対応いただいているというような状況でございます。これはまあ政令指定都市20ある政令指定都市の中で一番多い数になっております。それだけまあ民間の保育園の方でご対応いただいているというような状況でございます。でそういったことにまああのしっかりまあ保育をできるようにです、ね、私どもの方では独自で8億5000万予算を確保いたしまして障害のある子どもに対してその障害の区分に応じて例えば1対1障害のある子どもに1人に対して保育士一でありますとか。 あと、1.5対1、2対1、3対1、5対1という形で、空分に分けて認定をして、ですね賀配をしているというような状況がございます。で先生からお尋ねの点といいますのは、おそらくその訪問調査、これ、行動観察になるんですが、あのちょっと長くて申し訳ございませんが、あの書類審査というものと、訪問調査という2つの手法をやっております。書類審査というのは、例えば身体障害者手帳でありますとか、特別児童扶養手当をもらっているお子さんとか、 え、そういったことで、これはもうこの場合ならこんだけという確実にすぐわかるものですし、私ども判定も1ヶ月程度で判定をしているという状況ですが、お尋ねの予定をおそらく、あの訪問調査による行動観察であろうかと思います。で、これについてはですね。年間ま1300件ほど申し込みがございまして、え、それをあのまあ保育園連盟さんにお願いしてですねえ。20面程度のまあ。 心理の先生方に、まあ、訪問をしてもらって調査をしてもらっている関係がございまして、えー、非常にあの半分の中、まあ、やっていただいていることもございますし、えー、そんなけ全県今度,今度京都市で、まあ、ドクターも含めて審査をしておりましてですねどうしても時間がかかるということで、えー、年2回の判定大体半か、えー、6ヶ月5ヶ月半程度判定、まあ、申請から判定がかかるということでその間、まあ あのまあ、判定されるかどうかわからない中で、まあ、保育園では保育所を確保してです、ね、しなければならないという、そういうような声も私もよくよく聞いておりますので、えー、少しでも改善したいと思います現状ではなかなか難しい状況ではないかなというふには思っております、ね、吉田委員、半年後にです、ね、認定された、そしたら、開閉しますよ、だけども保育士さんはね、補充してくださいと言われてもです、ね、それ対応、なかなかできないというのが、ね、現場の声なので、現場が,がですね、 えー、それでなくても人手が不足していると、で、一人一人の保育士さんの負担が増えていることをね、なんとかしなあかんというのがね。共通の問題意識であります、えー。そういう意味では、あの、まあ、あの、現場の方の声をしっかり聞いていただいてですね。えー、改善の方向性もですね。えー、しっかり、あの、思考していただく必要があると思います。で、まあ、もう一つ、その、待遇課税の一環として打ち出されている制度に対してもお声がありました。それは、キャリアパス制度という。 ものでありますけれども、まあ、これキャリアパス制度をあの運用すればするほど、現場のモチベーションに問題が出てくるというふうにね、あの私、話を聞いてあの、心配になりました、えー、副主任の方が研修を受けて、じゃあ、その、研修を受けて、えー、副,就けて副就任になられたと、そうすると、就任よりも待遇が良くなるという、逆説的な状況があるらしいですよね。 しかも60時間の研修というあの今の基準があるということで、これに対するいかがなものかというお声があったわけであります。まあ、現場のロックを配慮した改定もですね。視野に入れていく必要があると思いますえ、特にその復讐人にならはった人の加配がえ4万円とそうすると、主任の方よりも給,給料が良くなってしまうということに対しては？ 苦慮されているという声がありましたけれども、まあ、こういう点もすでに声は取れていると思いますのでこういう、こういう部分をどういうふうに改善していかれるのかという方向性、どういうふうにお伺いでしょうか、はい、キャリアアップに伴う処遇改善という新たな29年度からの国の仕組みでございますが、私ども、これ、初めての試みということもございましたので、7月に。 全保育園小規模保育事業所を集めましてです、ね、説明会の方もさせていただきました。その中では、先ほど先生がありましたような、悩みごとに具体的に対応できるようなモデルケースも何例かお示しさせていただいた中で、また不明な点は私ども、養護合支援室で、まあ、ご対応させていただいている状況でございます。先ほどの具体的な例で言いますと、確かにあの主任の先生は、よく1万円から1万5千円の方がまあ多いというふうに聞いておりますが、 えー、副主任の方が4万円となりますその瞬間で、ね、逆転現象が起きてしまいますがあのこの国の制度ではですね例えば、えー、職員のおおむね3分の1がこの副習任の該当数4万円になるんですがそのうちの半分までは4万円にしなければならないんですが残り半分の方については、えー、そこまでせずにですね残った金額で例えば他の方にまあ 回すということも可能とされておりますので、そういったものから、例えば主任が今まで1万5000から4万5000になるとか、そういったような運用も十分可能でございますし、そのようなアドバイスもさせていただいたところでございます吉田委員、まあ、複数の行政区でも、ですねこの声が上がってきているということでありますので、まだまだその初めてのケースの試行錯誤段階の中でね、公開されている現場が多いのではないのかなというふうに、今のお話を聞いて思いましたので。 よろしくお願いします。まあどこまでいってもまあ、国が決められてそれをこう間に入っている自治体が運用していかれて現場に即して状況に応じて改善していかがるわけですけれども、ただまああの現場の方々にしてみたら、えー、現場のことわからないような方向性やというふうな不満が溜まっているわけであります。えー、その間に入られるね京都市があの一番それは立場が分かりませんけれども、ぜひですねあのーえー、この この今年度のさまざまな状況を踏まえた、えー、本格的なあの、えー、動きをしていただけたと思います。何もしてへんということではなくていろんなことをやっているただしそれが現場に対してはあの風波風が、ね、立つようなことになりますとあのマネジメントされるね長先生の,あの方も大変ですしまた現場の方々がですね本当に 子どもさんのために一生懸命頑張られるねお気持ちをより一層推進するためにもよろしくお願いしたいと思います最後はこの人員確保に関してなんですけどねまあ求人に対して求職があまりにも少ないというね実態があるということで私もそのお話を聞いてあ然としたわけであります小学校の教員採用試験はもうたくさんの人が受けてで一部しか通らなくて浪人されて また次も通れなくてばまた浪人されてその間、非常勤なり常勤の講師としてもね現場で立ちながら次また受けられるそれでもまた次通らへんかでもまた講師として推薦をしていただきたいというふうに望まれている方がね少なくないわけでありましてそう思うとその小学校と中学校の教員はそんな状況なのにかかわらず保育士さんはそうではないとなんでなのかなと。 いううことが、まあ、そ率直な疑問に思うわけであります、まあ、だからこそ、まあ、待遇に対する見方をです、ね、かかか変えていかなければなりません。いくら、えー、幼児保育無料化を国が打ち出してもです、ね、無料にするから、そうしたらその保育士さん等々の待遇が下がってしまえば全く、ま、意味がないわけでありまして、えー、義務教育の,あの小中の義務教育の、ね、教員が大変たくさんの人が応募あの 受験されるというふうなと同じように、えー、幼児教育に携わる人たちもたくさんの人があの志していかれるようにねしていくことがいう環境が整うことが極めて重要であると思いましたそう思った時に、えー、お話を聞いた中であの頭に残っている話はですね京都の,あの学校にわざわざ来られて学ばれた しかし、京都の保育園に就職される人よりも、他府県や他都市に行って行かれる方がたくさんおられるというふうなねあの、実態を本当に歯ぎしりして、見、えー、ていかざるを得ないというふうに言われたことが覚えておるわけでありますけれども、えー、京都市としてはこ、この実態はま把握されていらっしゃるんでしょうかで、またそれはどういうふうなことが理由だという認識されていますか。安倍市長 京都,まあ、京都府内ではあの18養成校がございまして、そのうち14か所が京都市内にございます。であのまあ、例年、卒業される方の数も大体同じぐらいで推移してまして、そのあと幼稚園なり保育園に就職される方の数も大体毎年同じような数で推移をしております。でそののの中で例えば京都市市内保保育園、ま、たあの市外の保育園園また外にさ 就職される方という数までは、ちょっと私ども把握は、できてないんですが、あの私ども京都市では、ですね、まあ、この間、いろいろ取り組みをしておりまして、えー、就職部屋でありますとか、就職面接会、いろいろ、まあ、あの学生を対象とした、まああのまあほい、京都市内の保育園への就職に結びつくような取り組みもしておりますし、でまあ、あの46億円、予算規模ではそんなわけですございますが、いわゆるプール制が46億円、市独自で確保しておりますが、全国平均のまあ給与と比べますと、京都市の、まあ、 保育士の民間の保育園の先生方、約1.4倍という形でもございます、まあ、そういった職遇を、まあ、給与面以外にもです、ね、手厚い配置基準を行うことによって、ゆとりを持った保育ができると、そういったことも、どん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 大会的に発信を現在しております。でまあ、あのちょっとずつでではございますがあのサポーートセンターの方で、まあ 斡旋をしてですね、をして、京都市内の保育園に就職される方の数も年々増えてきておりますし、市内で開催しています就職フェア、これにあたっての市内に就職する先生方もまあ年々増えてきているということもございます。まあ、あのこれといった特効薬はないわけなんですが、まあ、ありとあらゆることを、まあ、あの現場の保育園の先生方と相談しながらです、ね、今後も人材確保に進めていきたいと、そのようには思っております吉田委員、まあ、特効薬はないということでありまして、えー、一つ一つの事業を、 あの丁寧にきめ細かく進めるという方向性であります、その通りだと思います、ですから私も今から申し上げることは特効薬ではなくしてです、ね、今現状の制度をよりいい運,用運用面で、ね、配慮していく必要があるということの指摘をさせていただきたいんです。と言いますのはそので、家賃借り上げ制度というのがあるらしいですね、あのまあ、いわゆる量をやっぱ提供していか,いかれるような、あのえー、ね、 ニーズもあるし、ま、ただ、それを提供していこうという園側の、ね、配慮もあるけれども、しかしそれをこう京都市としてあの、えー、支援する制度についてです、ね、処理の作業が煩雑であるという声がありましたんですね。で事務負担を軽減を検討していかはる必要があるのではないでしょうか、またあの伏見区の園長の方もお一人がおっしゃってたんですけれども、市営住宅の空き家も業者あるわけなので、 の空き家を優先入港をも保証していかれるとかです、ね、そういう目に見えた施策展開がどうでしょうかというようなこともありました、一つの方向性ではないかなと思うんですけれども、そういう点を含めてです、ね、この特効薬をなんかこう、どっかからぴょんとこう棚からね、ポンとあのおちが落ちてくることは考えられませんので、ぜひです、ね、今の点も含めた現場の声でもありますので、えー、ご検討いただく必要があると思いますが、いかがでしょうか。 保育士の宿舎借り上げ支援事業については、29年度から実施をしておりまして、えー、先ほど先生からご紹介いただいたように、ですね書類がちょっと煩雑やという声もたくさん聞いております、まあ、あの一方でこれ、国からの補助金の制度でございますので、最低限必要なものはあるんですが、ちょっと今、内部でも、ですねもう少し観測を図れないかとか、えー、いうことで今、検討しておりまして、またそれについては、また決まり次第ですね、各 先生方の方にもお示しをして、少しでもまあ、事務負担が増えないように取り組んでいけたらなと思っています。で、先ほどあの市営,、えー、市営住宅のまあ、優先入居とか、えー、お話もございました。まあ、いろいろそう。あの、私もあの延長会回らせていただく中で、そういった声もたくさんこう。 いろんな意見もいただいておりますので、まあ、そういったことも踏まえて、いろいろあの手この手考えていきたいなと思ってますが、1つ、29年4月の分から、新たな取り組みとしましてはです、ね、保育士の先生のお子さんの優先入園というのを取り組んでおります、これについては、まず保育士の先生が、まず働かなければです、ね、えー、まあ受け入れが確保できないということから、そのお子さんについてはま、あまあ保育園で入園できるようにすると。これについいては全県と言いますがあの えと入園できなかったから働けなくなったという方はゼロ件でございました、これは30年4月も引き続き行っていきますので、そういったいろんな方策を取って、ですね働きやすい環境を作っていこうかなと、まあ、そのことによって人材確保を進めていこうかなと思っております員、まあ、あの先ほど、ね、ご紹介した、市営住宅優先入居も一つのね、定例ではないかというふうにご提案いただいた方もはですね。 まああのご答弁されたようなあの保育士さんのお子さんを優先入園をもあるのだあるああるんだだからだからまあ、この点こういうこともねあの保障されたら、えー、いわゆる住まいの保証という部分もあのいいんじゃないかということをおっしゃったわけであるそのでその点をご紹介したいと思いますまあ、いずれにしましてもですねその待遇改善というのはですねまああの。 非常に難しい部分があると思うんですね、何でもありとか、何でもかんでもこう、えー、認めるというようなことではないというのは、ね、それはもう現場の、こちら側の行政側の方向性だとは思うんですけれども、ただ、まああの、保育現場の方々、保育士さんの生のご意見というか、本音はね、できたらそれはもう、条件なしの待遇改善というのが、ね、望ましいだとおっしゃってるわけでありますけれども、それをどう折り合いをつけるかという点であると思います。 したがって、冷たい対応をね、ひょっとしかし,してくれないというふうに、現場が思うようなことがないようにしていくための方向性というのが私も大事だと思いますし、今、ご答弁にありましたように、もうあの手この手をしっかり進めていきたいと思っていますというお話がありました、先ほどの議題でもあったプランの見直しもです、ね、含めて、本当に膨大な事業をきめ細かくやっておられるわけですので、だから,だから本当に、 余計に保育士さんへの説明も忙しい上にまたこれもしなあかんのかというふうにはこちら側の行政側の負担という部分はね、それはあるかも分かりませんけれども、ただ、言って言えることは、子どものためであり、保護者のためであり、未来の郷土市のためでありますし、そのために一生懸命頑張っておられる保育の現場のね方々のためと思っていただきまして、今の点も含めたさまざまなえ市民の声を大事にしていただきたいと思います。 はい、えー。この件に関連して他にございませんかはい。なければ以上で子ども若者育む局を終わります二次さの皆さんお疲れ様でした次の教育委員会については休憩せずに行いたいと思いますのでご了承願いますそれでは準備が整いますまでしばらくお待ち願います 委員会を再開いたします。それでは教育委員会関係の付託議案の審査を行います。議第118号、京都市義務教育学校条例の制定にあ、京都市立義務教育学校条例の制定についてを審査いたします。それでは理事者、説明願います。東総務部長、はい、どうぞ着席して説明してください。はい、それでは、29年11月四日に提出。 教育福祉委員会に付託されております教育委員会関係議案についてご説明申し上げます議題118号京都市立義務教育学校条例等の制定についてでございます議案説明資料ナンバーワンの議15ページをお開きください本議案につきましては学校教育法等の一部を改正する法律の施行により 平成28年度から各自治体の判断で設置可能となった新たな学校集である義務教育学校に関して京都市立の学校を設置するために京都市立義務教育学校条例を制定するとともに関係条例を改正しようとするものでございますはじめに1条例制定の経過及び趣旨についてでございます本市では小学校中学校の義務教育9年間を見通した教育活動を展開し 子どもたちの確かな学びと豊かな育ちを実現するため平成23年度以降全ての中学校区においてみなす子ども像を小中学校間で共有し中学校区ごとの状況に応じた小中一貫教育を実施してきておりますこうした中国において学校教育制度の多様化および弾力化を推進するため平成27年6月に学校教育法等が改正され一人の校長一つの教職員組織のもとで義務教育9年間の 教育活動を実施する義務教育学校が平成28年度から自治体の判断で設置可能となりました義務教育学校制度の概要についてご説明いたしますので議員16ページの参考位置の位置をご覧ください義務教育学校はこれまでの小学校中学校に加え新たな学校集として制度化されたものであり入学から卒業までの就業年限を9年として9年間の系統制を踏まえた教育課程の編成が可能となります さらに校長は1人学校組織も1つとなります教員は原則として小中両方の免許を併用することとされておりましたが国が経過措置を設け透明の間小中どちらかの免許を有していればよいとされておりますなお施設の形態、いわゆる一体型や分離型などは要件とさせておらずどのような形態でも設置可能となっております議15ページの1の両学校にの趣旨へお戻りください 制度化された義務教育学校においては小中一貫教科等の設定や小中学校間での指導内容の移行などの教育課程の特例が文部科学省の指定によることなく設置者の判断で可能となるため 本市においても義務教育学校の要件をすでに満たす小学校及び中学校合計12校を平成30年4月に義務教育学校6校として移行設置しまた小中学校の統合校を義務教育学校として設置する場合には有利な国庫補助が適用される利点を活用するため平成29年度に伏見区の二の丸北小学校と一時統合した向島二の丸小学校と 向かい島南小学校及び向,かい島,向かい島中学校を統合した小中一貫教育校を平成31年4月に義務教育学校として設置しようとするため京都市立義務教育学校条例を制定するとともに関係条例を改正しようとするものでございます次に制定の概要をご覧ください市立義務教育学校として設置しようとする学校は表に記載のとおり南区の両風小中学校左京区の大原小中学校花瀬小中学校 東山区の改正小中学校議員16ページに移りまして同じく東山区の東山泉小中学校右京区の東院小中学校の6校と平成31年4月に伏見区向島に小中一貫教育校として開校する予定の向島修練小中学校でございます校名につきましては学校集としてのまとまりを持たせまた小学校中学校の名称が長年親しまれていることからまるまる小中学校としております 学校の位置と移行前の各小学校中学校についても表に記載しておりますまたそれぞれの学校の児童生徒数などの概要については議員17ページ参考値の2の表をご覧ください次に平成31年4月に開校する向島周年小中学校の設置の経過等について説明させていただきますので議員17ページの参考値をご覧ください 向かい島南省、向かい島二の丸省、二の丸北省、向かい島中からなる向かい島中学校区では、児童生徒数の減少が進む中、平成26年7月に、平成31年度目どに3小学校を統合し、向かい島中学校と合わせた施設一体型、小中一貫教育校を創設することを求める要望書が教育委員会に提出されました。 現在地元の要望も踏まえ本年4月に向島二の丸小学校校舎において向島二の丸小学校と二の丸北小学校の2校を一時統合するとともに平成31年4月の小中一貫教育校の開校に向け旧二の丸北小学校敷地において新校舎建設工事を進めているところです議18ページをご覧ください統合校の学校名についてでございますが2の両学校1に記載のとおり向島中学校区小中一貫教育校創設協議会において 地域住民や児童生・児童生徒等を対象にした公明案の募集結果を踏まえた検討が進められ、学識者の経験、意見を踏まえ、修練が選定され、その後、各校 PTA や創設協議会でさらに検討が進められ、最終的に宇島修練が地元最終案として決定されたものでございます。同学校のの公明の選定理由といたしましまては、 公明案の応募には、蓮の名所であった小倉池や向島城などの地域の歴史にちなんだものが多数あり、その中で向島修練という公明案は、子どもたちが地域の歴史に誇りと愛着を持って、志して各学業に励み、秀でた人に成長して、未来に向かって大きく羽ばたいてほしいという地域の願いを込めたものであり、また、五感と響きがよく、時系も美しいため、子どもたちと地域の皆様に愛着を持っていただけるものと期待しております。 議16ページにお戻りください次に京都市立義務教育学校条例の制定に伴い慣例条例を一部改正する必要があるため両学校に両学校3に記載しております両学校に京都市立小学校条例及び京都市立中学校条例の改正につきましては新たに義務教育学校条例に規定される8小学校及び7中学校を削除するものでございます 小学校3、京都市教職員の給与、勤務時間等に関する条例ほか、ご条例の改正につきましても、対象が私立小学校や中学校となっている内容に、私立義務教育学校を加えるものでございます。最後に3、施行期日でございます。本条例案につきましては、施行期日は平成30年4月1日からでございます。 ただし児童,数児童生徒数の減少により現在休校中となっている京都市立大原小学校の桃井文校及び尾身文校並びに京都市立大原中学校の尾身文校につきましては義務教育学校の設置にあたり廃校とするものでありますが学校関係者や地元の皆様に跡地活用も含め今後の在り方等について丁寧に説明し協議を進めておりその廃止につきましては市規則で定める日を施行期日とするものでございます。 また向島周年小中学校の新設等については先ほど申し上げた通り開校する平成三十一年四月一日に施行するものでございます。説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。はい、それでは質疑のある方は挙手願います。山本啓人。はい。 え私からはですね、えー、まずあのこのまあ義務教育学校の設置にあたってのメリットについてちょっと確認したいんですけれども、まあ、当然、教育内容は当然ですけれども、財政面とか、効率の面について、教育の、これ、大変先生も忙しい、ね、かと思いますけれども、この解消につながるのかを、まずお伺いしたいと思います、はい、清水指導部担当部長。 義務教育学校における教育内容以外の部分でのメリットについてでございます。大きく分けて、今先生ご指摘ありましたように、事務効率上の面と、それから財政上の面があろうかというふうに考えております。事務効率上の面で言いますと、例えばこれまで小中学校それぞれ別々に作成する必要があった文書、例えば教育指導計画でありますとか、そういった書類を1つの学校として、一本のものとして作成することが可能になります。また 小学校、中学校で別々に執行し取った予算等につきましても、一本化して、勝利すること等が可能になりますので、こういったまあ事務執行における効率化が図られると考えております。あの教育課程の編成に関して、あの文部科学省の指定がいったということにつきましても、設置者の判断が可能になりますので、この点についても、事務効率化という点でもまあ効率化が図られるものというふうに考えております。従いまして、こういった面につきましては、先生方の調査、勤務、 あるいはまあ多忙化の解消等にもつながるものというふうに考えております。もう一つの財政上の効果でございますけれども、新たに施設整備を伴うような義務教育学校の整備につきましては、設置につきましては、これまではそういう義務教育学校という制度がない時点におきましては、学校統合、小学校同士の統合でありますとか、中学校同士の統合につきましては、施設整備にかかって国庫補助等が認められておったんですけれども、今回義務教育学校、 としての統合と、つまり小学校と中学校の統合に対しましても、補助が適用されるということになりますので、国庫補助率が高くなるという財政上のメリットもございます、以上でございます山本敬一委員。あらゆる面でメリットがあるということですけれども、まあ、これ、今回、7校設置するわけですけれども、また現在、今、統合されております、右極の京北地域、小中一貫校をまあ含めまして、この今後の 義務教育学校の設置の方針がいかがであるのかということと、また国の制度ではです、ね、この小中学校の施設が独立した併設型小中学校も設置可能となっていますけれども、この京都市ではこれ、導入されないのでしょうかというのと、併せて、この施設一体型の,この小中一貫教育校の以外の多くの小中学校は今後どうなっていくのかをお尋ねしたいと思います。 はい清水部長義務教育学校、どういった形の学校を義務教育学校として今後進めていくかという点についてでございますけれども、現時点では、1人の校長先生の下で、1つの学校組織として運営している学校、あるいは運営している予定の学校の7校につきまして、現時点では義務教育学校に移行するという方針でございます。 今後もこういったマネジメントスタイルといいますかこういった形での学校運営が可能であるかどうかというのは一つの判断基準になってまいるかなというふうに考えております。京北地域の小中一貫校につきましては義務教育学校として設置する方向で検討を進めてまいりたいと考えております。続きまして施設が別々に分かれておりましてそれぞれの校長先生のもとでそれぞれの学校として教育活動を行いながら小中一貫教育を進めるという 併設型の小中学校についてでございますけれども、これもまあ今回、制度化されておるわけでございますが、まあ、こちらは本心もそうですけれども、全国のまあこういった形で小中一貫教育を進めている、まあ、緊密な連携のもと、小中一貫教育を進めている学校を一つのモデルとして、今回制度化されたものというふうに考えております。でこの併設型の小中学校が備えるべき具体的な要件として定められておりますのが、9年間の教育目標の設定でありますとか、 あるいは9年間の系統性のある指導、教育課程ということでございます。<coughs> 本社はこれまでから平成20年度の5つの視点でございますとか平成27年度の5つの実践このようなものの中で全ての中学校区におきまして9年間の教育目標でありますとかあるいは教育課程指導,の指,導教育指導候補の改善等を取り組むべき1つの項目として取り組みを進めてきております。 え、今後全市のこういった各学校における、これらの項目の実践状況を見極めつつ、え、今後併設型の小中学校の実施時期、設置規模等について、え、公聴会等も協議しながら、え、検討を進めてまいりたいというふうに考えております。以上でございます。大和刑事。え、わかりました。あの、まあ、この施設一体型のこの義務教育学校は別といたしましてもね。この内容について、まあ、どうしても目に見えないという部分が多くあってますし、やっり保護者。 市民にはちょっと理解しにくい点があるかと思うんですけれども、このまあ少子一貫教育の考え方について、ですね私もまあ賛同するのでありますけれども、この今後の展開にあたって、この目に見える取り組みにもまあ留意しながら、一層周知を図っていただきたいと思うんですけれども、もこの点、どうでしょうか佐藤部長。赤清水部長ごめんなさい 小中一貫教育も含めまして、あの学校、本州の学校教育につきましては、保護者の皆様、地域の皆様と目標、課題を共有して進めることが何よりの根本であるということで、これまで進めてまいりました。小中一貫教育についてもその通りでございまして、今、先生ご指摘のとおり、保護者の皆様、地域の皆様に取り組み、それから課題、成果等、共に共有していくことが大事だというふうに考えております。これまでの議会でのご指摘も踏まえまして、各学校ではですね、 各学校の取り組み、各中学校ブロックでの取り組みにつきまして、それぞれ構想図というようなもので、図紙化してですねイメージしたようなものも含めまして、それぞれの取り組みを各保護者、地域に発信するようにということで、取り組みを進めております。これまでのご指摘も踏まえまして、改めまして、この秋にですね教育委員会の方からも、各校へこういったホームページ等を通じた周知については、働きかけを行っているところでありまして、こういった構想図、あるいは取り組みの、 内容、具体的な軸となる取り組みの内容など、え、まとめたものにつきまして、この十二月中旬にはバージョンアップしたものとして、各校から、保護者の皆様、地域の皆様に周知を図るという、段取りになっております。以上でございます。山本健一員。まあ、その点、よろしくお願いをいたしたいと思っております。そして、また、この、まあ、少々一貫教育を、進めそにあたってですね、まあ、過去の議論、まあ、我が会派の津田議員も。 まあ長きように進んでおりまして、議論あったと思うんですけれども、一つの小学校から複数の中学校へ進学するという、まあ、この取りにくいという点もあったかように思いますけれども、そこでまあそうした学校ではどのように取り組んでおられるのかをお聞きしたいと思っております。清水部長一つのの小学学校校から複数の中学校に 通学するような区域は確かに何箇所か本市にもございますそういった中学校の区域におきましてはそういった地域全体を包含するような複数の中学校、まあ、2つの中学校で1つの単位ブロックを作りましてその大きな単位の中で共通の目標あるいは軸となる取り組み等を中心に取り組みを進めているところでございますあるそのいった中学校の複数の中学校のブロックでは 英語の取り組みなんかを小学校同士で連携させて取り組むことで、まあ中学校段階での英語のスタートが非常にやりやすくなったというようなご報告も受けております。今後ともそういった形で取り組みを進めてまいりたいと考えております。以上でございます。山崎健一えー、その点もよろしくお願いをいたしたいと思っております。まあ、私もこの間大質問で、まあ就職一貫教育についても質問させていただいたんですけどもまあ、今回の改正は非常にまあ重要であると私も思っておりますし。 まあえー、現在、す、ま、で、あ、に行っている、まあ、小中一貫教育の、まあ、条例上です、ねえー、追認するという、そういう、まあ、ことにとどまらずです、ね、この条例制定の規義によって、またより一層、これまでの小中学校の枠にと,れとらわれない、まあ、取り組みを展開されていって、まあ、全身的な教育の向上につなげていただくように要望をいたしまして、私の質問を終わりたいと思いますよろししくお願いします。 進行をいたします。西村よしみ副委員長。えっと、まずですね。あの、小学校中学校の、まあ、義務教育の、まあ、九年間を見通した。あの、教育活動ということなんですけれども。あの、新たな、まあ、あの、学校種の、まあ、あの、設置だというふうに、あの、受け止めております。で、今の説明のところでですね。あの、まあ、平成二十七年度六月に、あの。 学校教育法が改正されて、まあ、国会の中でもいろいろ議論があったんですけれども、説明の中にです、ねえー、自治体の判断で設置が可能となったと、で判断で可能となったので、えーまあ、本地でまああの取り組みたいという、まあ、そういうあの説明なんですけれども、あの説明の中ではこうします、こうなりますというあの説明がありますけれども、あのこの自治体の判断、 あの設置をするという自治体の判断という点は、ですねこれはもう少しあのご説明願いますでしょうか。あすみません、佐藤指導部担当部長、あごめん、清水指導部部担当部長今回の新しい学校誌としての義務教育学校の設置といいます、まあ法の趣旨でございますけども、これはの。の 全国で進めております小中一貫教育をより充実して、柔軟に、効率的に進めるためのものとして、制度改正があったというふうに考えております。ですから自、自治体の判断、設置者の判断ということになりますと、これまでの取り組みを踏まえて、今後さらに小中一貫教育を効率的、充実させていくという視点でもって判断するということになろうかと思います。以上でございます、はい、西村 えとまあ踏まえてまあさらにまあ加速をさせていくというあの説明がございましたあのまあご承知のとおりです、ね、あの国会の議論の中でもまあいろいろとあの議論がされてきましたけれどもこの,あの義務教育学校についてはまあ国会で7項目にわたりまして付帯決議が付されておりますで例えばです、ね、教育の機会均等等の確保とともに 既存の小学校および中学校との序列化、あるいはエリート校化、伏線化等により、児童・生徒の学びに格差が生じることがないように、万全を期することという内容の付帯決議項目もあります。こういう付帯決議がふさえたことについては、大きな課題だと。 あの認識すべきでありますけれども、このことについてのまあ受け止めというのは、どのような受け止めがされてますか、清水部長今回の制度改正に至るまでもでございますけれども、本市の小中一貫教育につきましては、全市で進めるものということで、実施の形態え、すなわち、えー、施設一体型であるのか、施設が離れているのか、施設が隣接しているのかということにとらわれずにです、ね、それぞれの中学校ブロックで一つの教育目標、 それから共通の取り組み等を行うことで、子どもたちの学びと育ちを充実させていくというものでございます。これまでから全市で同じように進めてきているものでございます。で今回の、えー、義務教育学校への移行につきましては、そういった中で、えー、一人の校長で一人の組織の下で運営している学校につきまして、制度上、要件を満たすということで、えー、さらに、えー、先ほどの答弁でも申しましたように、事務効率等を図れる部分、財政面でもメリットがあるということで、えー、移行するものでございます。えー さらに義務教育学校における教育につきましても、小学校、中学校の学習指導要領に沿って行われているのでございますので、こういったことを踏まえますと、今回の本市の義務教育学校の移行によって、いわゆるその他の学校との間に差が生じるというものではないというふうに認識しておりまますす以上でございます西村自治区委員長。まあ、あの市内全体にまあ変わらないというあの説明だったと思うんですけれども、 小学校と中学校の義務教育の内容につきまして、あるいは施設の在り方についてはです、ね、私は基本的にはおっしゃっているとおり、同じであるべきだというふうに思うんです、ただ、そうなっているのかなというふうに考えておりまして、一部の学校が特別化のごとく扱われるようなことは、これはあってはならない。例えばですね 小中一貫教育施設一体型、これについては、例えば、全員制の学校の給食が実施をされております、で他のところはどうなのかといえば、そうはなっていないところもある、あるいは教育の面については、グローバル人材教育などですね、導入されていると、だからそういうところがないというか、まだ実現されていないところについては、 じゃあ、自分たちのところはどうなのかという意見も出てくるというふうに思っているんですけれども、あの今、指摘をしております国会決議、付帯決議、えー、学びに格差が生じることがないように万全を期すべきというこの点については、その京都市ではどうなんでしょうか。はい、清水部長。 京都市では、いわゆる学区に基づく学校して、つまり地域の子どもたちは地域の学校で学ぶというのは、断言義則でございます。そういった意味では、どの学校も同じように頑張っていただいて、同じように子どもたちの可能性を引き出していくということが大前提になろうかと思います。 結果的にといいますか、その取り組みの中で、各学校、あるいは地域の事情でございますとか、子どもたちの様子に応じて、取り組みの重点、あるいは特色は変わってくるかと思いますけれども、大原則は全体を引き上げていく、そういうことでございます、以上でございます西村渋副委員長、まあ。大原則は変わらないという説明が、ちょっとよく理解できないんですけれども、新たな、ね、学校中である、まあ、義務教育学校をまあ導入する。 でその意義は何かということで、まあ、先ほども、えー、山本委員の方からです、ねあのーえー、問いがございまして、いろいろとあの説明もございました、まあ、経済効果もです、ね、財政上の効果も見込まれるという話でありますけれども、あのー、やはりはです、ね、あの説明があったとおり、まあ、例えばあの校長さんが、えー、これまでまああの小学校、中学校、2つの学校でそれぞれいらっしゃったのが、 こういう学校が義務教育学校ができればです、ね、校長が1人でいいという形でしかもです、ね、経費も節減できるという説明もあったんですけれども結局はです、ね、小,中小中教育一貫校のです、ね、設置の,その学校の統廃合をです、ね、早めることになるということになるというふうに思うんですけれどもその今回説明の 資料の中でもあの、義務教育学校のまあ提案がです、ね、7校、まあ、そのうち5校はです、ねまあ、施設一体型なんですけれども、これはあの連携型ではだめだというその判断というのはどこでされているんでしょうか、はい、清水部長今回の義務教育学校制度において移行する学校につきましては、現時点で一人の校長選挙の下で、一つの組織として学校にしている学校ということでございます。で向島 につきましてはまあその予定であるということで決めさせてこういった形で移行させていただくものでございます以上でございます西村委員長ではですねちょっと細かなことを聞きますけれどもあの新しく義務教育学校が設置をされた場合にですねその学校の施設のその基準というのはこれはあのまあ文科省等でですね。 新たな義務教育学校の施設の設置基準というのが、これ、できているんでしょうか、その辺のところ、どうなんですか、はい、森田総務部担当部長、はいえっと。義務教育学校の条例化、制度化によりまして、新たな設置基準が設けられているということではございません。従来の小学学校校設設置置基準中学校設置 その基準に準拠してあの整備をするということになっております西村准教委員長。ということを取り立ててでで、ね、新しい学校種が新しい設置基準の下で設置をされるということではないんだと、既存のです、ね、小学校の設置の基準、あるいは中学校のです、ね、決められている文科省の設置の基準でいくんだと。 いうことだと思うんですけれども、それではです、ね、新しい義務教育学校の,その施設については、例えば全体の広さとかね、いうようなところはです、ね、既存の小学校、中学校合わせたそのプラスをしたものになるということでよろしいんですよね森田部長。はい あの小学校中学校のあの設置基準を合わせたものがあの設置のあの基準になるということでございます。西村副委員長。しかしですね、私あの思うんですけれども、既存の小学校から中学校2つの学校があるわけですよね。でそこで学ばれるあの児童生徒はですね、小学校1年生の小さなお子さんから。 え中学校の3年生まで私よりも性が高いぐらいのです、ねえー、子どもさんまで、えー、一体的に一体的にですね、えー、9年型の学校になっていくわけですからその既存のところでこれ、えー、十分なのかなというねあの疑問も出てくるわけですよねそれぞれのお子さんは段階的な成長があるわけですから。 でそのためにです、ね、小学校から中学校があるわけですから、あの提案されている多くの,あのところが施設の一体型ですということなんですけれども、その辺の規模と施設については、この辺はどのような対応をされていくんでしょうか森田部長えっとあの。小学校低学年から、まあ、この中学校の,あの高学年まで。 身長差あるいは体格差があるというような状況に対応しまして例えば向島の小中一貫校であります向島修練の施設整備にあたりましては広いグラウンドを設けると同時に低学年専用のプレーゾーンを設けるとかあるいは体育館も中学生向きの大きな体育館と小学生も 十分利用可能な小さいめの体育館を設けるというような、そういう多様な工夫をさせていただいております、以上でございます西村純一副委員長、まああの。昼休みの休憩時間中、あるいは、まあ、放課後ですね、中学生については、とりわけ、まあ、クラブ活動等もです、ね、あの盛んに頑張っている生徒さんもいらっしゃるでしょう。 まあそういう生徒さんがですねグランド体育館等で、えー、まあ運動をされるでそういうところでじゃあその1年生2年生の小学生はですね一体どういう環境になっていくのかというのはなかなかこれ見えてこないんですよねで果たしてそうでそういうことでいいのかというのがちょっと疑問なんですで例えばプールちょっと例を挙げますけれどもあの中学生のクラブでプールをやろうとすればですねあのそれなりの あの施設が必要なななんんででですすすよねえ単にその水を少なくするあの多くするる多といいうものでものすよねだから小学校の場合のプールの活動というのはですねそれはもう適正にあのきちんと低くというか小さくあの浅くというかいうことがあの求められるというふうにの思うんですけれどもそれがまあ一緒にあの同じ基準でプールができるということになるのかねじゃそうでなくて別のものをやろうとしているのか。 その辺の明確なものというのは、なんかあるんですか。森田部長、えっと、プールの課長でございますけれども、あの小学生の中でもあの低学年、中学年、高学年、それぞれに合わせたあの水位をあの設定をして、えー、安全を確保しながら水泳授業をするというのが鉄則でございます。でこう中学校につきましても一定の,あの適正な あの水位を設定をしてその活動をするというようなあのことになっておりますのであのそのあたりはあの全く問題がないかなというようにあの考えております。はい、西村議員長ということはですねあの例えばまああのププールもですね小学校用のプールと中学校用のプールがあるんだということなんですか。森田部長えっと通常はあの一つのプールの水位をあの設定すると。 ということで賄っております吉副委員長やはりそれでは、ですね私あの、えー、本当に、まあ、あの中学生のクラブ活動、あるいは小学生が活用する場合の,です、ね、あのものにその合っているのかなというふうには思うんですが、学校、小学校と中学校の,そのプールの在り方というのはです、ね、これ、全然違うものだと思うんです。 私、は個人的に言わせていただければですねあの小学校、中学校からずっとプールであの水泳のクラブに入っておりましたけれども全然違う対応がされていくんですよね、でしかもあの、えー、強い選手になればなるほどですね小学校でプールを活用するんじゃなくてそれ専用のものが必要になってくるというだからあの、施設一体型ではそういう対応はなかなか難しいということになるんでしょうね。で じゃあのグランドの広さはあのやはりあれですかあの文科省が言われているような小学校の施設と中学校の施設を同じあの一体に足し足して広さをあのそうするんだということになるんですかはい森田部長けど市内の今回あの義務教育学校としてあの設置をしますあの小中えっと小中学校によってあの若干の差は その学校によっては小学校のグラウンド中学校のグラウンドそれぞれ保有をする学校もございますし小中で一体的に活用しながら例えば中学校の部活動では近隣の並行になった小学校の運動場を活用するなど文部科学省の設置基準の数字には あの十分合致しませんけれども実態上の活動としては全く問題ないというようなあの状態を用意をしているということでございます。以上です。西野順一委員長はいあのなかなかあのまあ、明確な将来的と言いますかあの義民国学校のその施設がどうなっていくのかというのが。 えー、よくまああの理解でき,てできないというか、明確な説明がないんですけれども、私、最初にです、ねあのえー、言わせていただきましたのは、えー、各地方自治体があの、自治体の判断で設置が可能なんだと、じゃあ、京都市はどういう判断で設置をされるす,るするんですかということをあの問うたんですけれども。 やはりですね、あの以前から私あの、議論させていただいておりますけれども、えー、例えば、まあ、京北地域でいけば、ですね、統廃合にはあの多くの住民の皆さんが、まあ、否定的なあの意見が多いで、それを踏まえることなく、ですねあの、一方的に、まあ、施設と一体型で、まあ、進んでいるわけです、で何かですね、なんか特別なあの学校があのできるかごとくですね、説明をされて、でそして、 あの新しい学校を設置すれば、えー、京北の人口も増えていくんだと、そのまことしなやかなです、ね、話がされていくわけですよ。だからあの、小さなところは、そうやって統廃合の対象にされる、あるいはまあ大きな規模のです、ね、学校については、本当にまあ適正な規模の施設ができるのか、これ、なかなか見えてこない。でそれでで今今回です、ね、統合の対象である今から今 おおっっしゃってていいただいております向島の学校なんですけれども、これ、3つ合わせて950名近い人数になるんですけれども、じゃあ、こういうところはですね、むしろ大規模化をするのではなくて、もっと小さいというか、人数的には規模を小さくしていきながら、 あの対応を、これした方が、むしろ教育としてはよくいいんじゃないかと、いうふうにあの思うんですけど、その点はどうなんでしょうか。はい、小舟学校統合推進室長。失礼いたします。え向島修練小中学校についてでございますけれども、えー。まあ、平成三十一年四月に、開校予定でございます。え、その段階で、現在想定しておりますのは。 小学校分で17学級、そして中学校では10学級ということで、小中ともに適正規模の範疇に収まっているというふうに判断しております、以上でございます西村美長だから930名から50名ぐらいになるわけですよね、あの議第19号のページの,あの、まあ、地図をつけていただいておりますけれども、新しくなり、えー 学校ができるところが、まあ、新校舎建設の地旧二の丸北小学校というところなんですけれどもこれあの旧向島小学校の施設と同じぐらいなのかなあの3つ統合してだからその小さいといいますか面積の小さいところにまあ移転をされるということなんですけれども生徒さんのまあ希あ望と学校の施設の 規模の割合というのは本当にまあ基準に合っているのかなというふうにあの思うんですけど、その辺の説明はどうなんでしょうか。はい、森田部長。向島修練小中学校でございますけれども、あのえっと学校の。 校舎施設の面積としては、総延べ床面積1万7700平米ほどを十分確保しておりますので、十分な広さがあの、えっと、しっかり整備をされるというような考えでございます、以上でございます、はい、西村住委員長。個々の施設の在のり方についても、これ、十分検討されているのかなというふうに思うんですけれども。あの まあ、国会の付帯決議ではです、ね、それ以外にもいろいろとあの決議があの付されております、例えば、えー、各地域のコミュニティの核としての、まあ、性格を有することを踏まえて安易に学校統合を行わないよう特に留意すること、えー、またです、ねえー、十分な教職員体制の整備を図って、えー、教職員のさらなる過重負担を 間かない招かないように努めることなどでで、ね、これ、特段の配慮が必要なんだという付帯決議なんですけれども、やっぱりです、ね、あの義務教育学校がその選択的に取り入れられる、でその制度そのものがです、ねあの、今回でも議論されましたけれども、やはり多くの課題があるんだなというふうに思っておりますす以上です、はい、質疑の途中ですが、暫時休憩いたします。 えー、午後3時40分、再開いたします。